から子どもを守るネットワーク、子どもキャビネットの設立総会および記念総会にご参加いただき、どうもありがとうございます。私は本日の司会を務めますダイオキシン環境ホルモン対策記念会議の理事の吉高と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。のスケジュールについてはお手元の式次第をご確認ください。設立総会の後、西野玲子先生、木村黒田純子先生からご講演をいただき、設立宣言を採択する予定です。では、まずダイオキシン環境ホルモン対策国民会議代表理事の中下優子から、子どもキャビネットの設立に至る経過報告をさせていただきます。はい、皆さん、こんにちは。入ってます。皆さん、こんにちは。どうも、今、紹介いただきました、中下でございます。今日は本当に会場にももちろんお集まりいただいておりますけれども、オンラインと併用ということで、オンラインの方で270名をお迎えいただいておりますので、たくさんの方々に聞いていただいていると思います。ようやく本当にこの設立を迎えました。その経過について少しお話をさせていただきたいと思います。皆さんもご承知の通り、発達障害、あるいはアレルギーが増えている。さらに、少子化に歯止めが止まらないというような状況が起きておりまして、これは意味で子どもの発達や健康に対する重大な脅威が起きているんだということを示しているということであります。にもかかわらず、その問題点等の解明がなされていない。このままこの事態をただただ無視して見守っているだけでいいのかというのが、私たちの基本的な認識でございました。何かできることは何のかという思いで言ったわけなんです。皆さんもご承知の通りですけれども、こういった現象の原因の一つとして、生体のホルモンや、神経伝達物質ですね、といったようなものを攪乱する人工の化学物質、こういう物質がですね、あるということが、もうずいぶん前、シアトル・ボーさんたちに提起された、ウバルシライという本が出版されて以来、96年の出版ですので、その頃から指摘されていたわけですけれども、有効な対策が講じられないまま現在に至っておりまして、私としては、これを何とかしなければいけないんじゃないかという思いで言ったわけなんです。で、この今申し上げた生体のホルモンが、それから神経伝達物質というものを攪乱するというのは、これは新しい毒性なんでして、従来の毒性だと皆さん発がん性とか聞いたことがあるかと思いますし、あるいはいろんな臓器に対する障害といったようなものが関係性を悪くするとか、そういうようなことがあったわけですけれども、この新しい毒性というのは、そういうふうに遺伝子を直接傷つけたり、あるいは細胞を直接傷つけたりするものではないんです。情報を攪乱する。これ今、情報時代と言われてますけど、その情報をある意味で、私たちの体内の情報を拡散する。こういう新しい性質がある。それが、その結果として、いろんな悪影響が起きているというような特性でありまして、これに対しては、現在のリスク評価制度というものでは、なかなかその、この悪さするものを止められない。規制の有効性が、効果がないというような状況なので、どうしてもこの放置されたままなので、先ほど申し上げた障害の増加が止まらない、アレルギーが増加が止まらない、少子化が止まらないといったような現象が、現在も至るも放置されたままになっているという状況であります。で、そこで、この新しい毒性に対する、やっぱり新たな規制の枠組みというものを設けていかなければいけない。で、皆さんご存知かもしれませんが、発がん性に関しては、その新しい発がん性の、毒性が提起されてから、なんと50年もかかって、いうの規制の枠組みができましたけれども、
50年間もかかってたんじゃ、もう本当に理解しないことになっちゃうんじゃないのというのが、まあ、私たちの問題意識で、もう何とかしなければいけないんじゃない。で、その最大の、今回の新しい特性の最大の被害者は、未来世代を含む子どもたちです。なぜかっていうと、そのホルモンの拡大っていうのは、ある意味でホルモンの働きっていろんな働きがありますけれども、それが一時的に拡大されたとしても、大人の場合は、ある意味で甲状腺っていうのは、そのいろんなまた違うホルモンが働いて、甲状腺を維持するようにできております。だから一時的な拡大なので、その影響があまり深刻ではないと考えられるんですけれども、子どもの場合はそういうわけにいません。子どもの、皆さんご承知のように、1個の女性があったらこんな複雑な人間になっていくわけですから、その間に発達っていうのは次々そういうプロセスが起こっていきます。その起こっていくプロセスは、情報伝達の役割をしているというのがホルモンだし、ある意味で神経伝達でした。そういったもの情報なんですね。でその情報を拡大するので、適切な時期に適切な情報があって、初めて適正な発達のプロセスが起こってくるというのが、まあ、当然のながら私たちの自然の仕組みなわけですけど、そこに拡大が起こってしまう。そうすると、こうできるべき時期にうまく働かないプロセス、発達がうまくいかないっていうことが起こってきてしまって、それは皆さんもご承知のように臨界期というのがありまして、その発達には期間が限定されているものがあるんですね。そうすると、その期間を超えてしまったら、そこでうまく回路が作れなかったということになるとですね、これ後で、取り戻すというのはなかなか難しくて、ある意味でそれは不可逆的な影響をもたらしてしまう恐れがあるということが分かってまいりまして、まあ、世界的にはこの問題は大変重要なことだと、子どもにとって大変重要な問題だというふうに認識されているにもかかわらず、日本ではその重要性は皆さん方は認識していらっしゃると思うんですけれども、まあ、見ていただいたら分かるけれども、今の現行の政策の意識指定者たちはそういう認識すらない。だから少子化と言っても、化学物質の問題は感知も出てこない。というような発達障害と言っても、増えてますねというだけの調査をしていて、何ら対策は施している。という状況を変えていかなければならないというのが、まあ、今回のネットワークの設立の発端でございました。で、私ども実はデパでは、2年前に、環境安全基本法という法律の提案をさせていただき、そしてここにおいでの方々、今日加わっていただいているネットワークの方々にご協力をお願いして署名運動をいたしました。そうすると、まあ、半年ぐらいの期間中に、衆参両院合わせて8万7000筆を超える、署名が集まったので、それで、まあ、私どもも、これは相当いろんな方々がやっぱりこういうことを懸念してらしたんだということがよくわかりまして、そのところが、その声が為政者に届いていないんです。だから、どうしてもこういう私たち市民の、一人一人の市民の心配、これを為政者に届けるようなネットワークを作っていかなきゃいけないんじゃないかというのが、今回の有害化学物質から子どもを守るネットワーク。で、ご存知のように、子どもっていうのは自分では声を上げられないです。私がこんな風になったのは、これが原因だなんて、何も言えないです。生まれられなかったのは、ひょっとしたら化学物質が原因かもしれないんですけど、そんなことについて子どもは声が上げられません。子どもに何も責任はありません。私たち大人が、やっぱり子どもを守ってやらないとダメなんです。実際こういうことをやってきたのは、みんな私たち大人です。こんな化学物質いっぱい使って。っていう、そこをなんとかしなくちゃいけないんじゃないか、大人の責任としてっていうことで、署名運動になっていただいた生協さんが、NGO レールの中心にですね、ネットワークを、今回結成をしたというような経過になります。で、その設立につきましてはですね、一応、運営体制としまして、有害化物質から子どもネットワーク、ごめんなさい、有害化物質から子どもを守るネットワーク
子どもキャビネットという略称であまり長いので、略称が子どもキャビネットというふうに使わせていただきたいと思っていますけれども、子どもキャビネットの運営体制はですね、世話人によって意思決定をしていこうというふうに、各団体から世話人を出していただき、そしてその世話人会で、意思決定をして、日常的な活動というのを行っていて、重要な点についてもちろん総会にお届けすると。いうことになります。で、その構成員としては加盟団体、個人、今先ほど申し上げたように、署名運動をやった政教 NGO が中心となって呼びかけてはいるんですけれども、たくさんの方々に加盟団体にもうすでに、こうしていただいて、本日現在で加盟を表明してくださった団体が配布資料になりますが、配布資料の資料3をご覧ください。今のところ41団体ですね。加盟団体一覧というなんですけれども、この41団体、もちろん今日までに41団体があって、私どもはこれはもうたくさんの数にして、そうして、犠牲者に対して国民の意思を伝えていかなければいけないというふうに思っておりますので、できるだけたくさんの方々に入っていただいて、そのために会員は無料です。で、会員の義務もありません。趣旨に賛同して、こういう問題をちゃんと対処するようにという、そういう犠牲者にその意思を届けたいということでありますので、ぜひとも今日おいでの方々は、この加盟団体の方々、あるいは個人の加盟、個人でも、もちろん結構です、団体に入ってらっしゃらない方もおいでになるので、そういった方々にも加わっていただきたいというふうに思っておりますので、もちろん結構なんですけれども、そういう方々をできるだけ増やしていただきたい、これからもということで、お願いしたいと思います。で、さらにアドバイザー名簿というのが資料4になりますけれども、まあ、今も申し上げたように、この問題というのは新しい独占問題で、残念ながらまだ解明されていない分野もいっぱいあります。まだまだ分からないこともいっぱいある。で、そういう意味では、なかなか科学的な様々なその世界の論文を論文の中でこんな危険ではないかというようなことを示すようなそういう論文があるんですけれども、そういったものをやっぱり私たちは調べて、こういう論文もあるんだから日本でもこういう対策をしようということを言っていかなければいけないかと思いますので、ただ単にいわゆるこういった由来科学史についての規制をしろというだけではなかなか次に動きませんので、そういう意味で、科学者の方々、しかも、政策ってなりますと、単に系の科学者だけではなくて、法律家ももちろんですけれども、経済学者や社会学者に協力したような文化系の学者の方々もご協力いただきたいなと思いまして、いろんな方にお声をかけました。で、そういう中で、本日現在でございますけれども、17名の、アドバイザーの先生方に、アドバイザーとしていろいろご協力をいただけるということで、もちろんこの先生方も無給でお願いしております。費用は一切かかってないんですけど、ただし聞きたいことを教えてくれというようなことで、本当に申し訳ない限りがありますけれども、まあ、でも私たちが個人的に頼んでるわけではなく、これは声なき未来の子どもたち。あるいは声も上げられない子どもたちに要求していることですので、皆さんぜひその点を分かっていただいてご協力をいただいていただけるものと思っておりますし、もちろんそういうふうにして承諾をしていただいた先生方であります。で、このようなアドバイザーを設置して、そして活動内容については、まあ、学習をしながら政策提言をするということをやっていきたいと思います。なかなかまだ科学的知見すら確実になものとなってないものも少なくないかなと思います。ただ、世界的にはもうこれはダメだよっていうような形で分かっているものももちろんたくさんありますので、まずそういったものから働きかけをしていくということになりますけども、まあ、もう現在進行形で研究も進行していますので、できるだけ素早く情報をキャッチして、そしてそれを知っただけではない。行動に起こす。
声を上げるというところに我々のネットワークは重点を置いて、俊敏に活動していきたいなというふうに思っています。で、活動期間は一応5年間とさせていただいています。まあ、これあまり長い期間にするとやっぱりそれぞれの加盟団体に負担がかかりますので、一旦そういうことでこの5年以内に大きな声を何とか為政者に届けたいで、だけれども、まあ、その後、継続してやっぱり取り組んでいかなきゃいけない課題がもし残った場合はまた更新するということは皆さんのご相談でというふうに考えています。というものが今以前このネットワークの、内容なんですけれども、ここで取り上げるんですかね、メニューおよび内容です。はい、ではここで一応第一の説明をさせていただきます。はい、今あの中澤さんの方から、今中澤さんの方から、子どもキャビネットの設立の背景を説明いただきましたが、具体的にネットワークを設立するにあたりまして、まずは規約を採択いたしたいと思います。資料5に、規約の案を掲載しておりますので、ご覧ください。規約の内容に、案の内容について、中田さんよりご説明いただきます。はい。すみません。ちょっとじゃあ、資料をご覧いただいて、まず先ほど申し上げたように、名前は、有害化学物質から子どもを守るネットワークで、英語名を、今、金玉さんがつけてくださいました。The Network for Protecting Children from Toxic Chemical Substances というような名前になっておりますので、まあ、これ、私たちのネットワークの特徴ですけど、今日、後でも少しビデオを紹介させていただきますけれども、国際的に活動したいと思います。国際的に進んでいる団体いっぱいいるんで、私たちはそこからもいっぱい、協力を得てですね、もちろん私たちができる協力をもちろんさせていただいて、国際的な運動を、さらに地球規模の運動で展開をしていきたい、日本政府を、ただ単に日本政府だけじゃなくてですね、というふうに思っておりますので、英語も活用していただければと思っています。ただ、目的ですけれども、子どもの発達及び健康に有害な化学物質について、国内外の研究及び対策の最前線を学ぶとともに、立法及び行政に対し必要な規制等の対策の実施を働きかけるということを目的とする。これ、先ほどちょっとご説明したとおりであります。で、活動内容についても学習会であるとか、政策提言であるとか、といったようなことでありまして、それで会員も、まあ、今回の目的に賛同する、団体を個人ということで、構成をするということになっています。で、入会金も会費もない。それから、まあ、大会上面についてはこう分かれているようなので、まあ、言うと。あと、役員ですけれども、一応先ほど言ったように世話人体制でやっていきたいというふうに思っておりまして、世話人を7人以上置くと。で、また必要に応じて幹事も置くことができる。世話人のうち1名を代表世話人として、数名、まあ、一応今2名というふうに断定的に考えておりますけれども、2名の副代表世話人を置くというところからスタートした。で、役員の選出につきましては、まあ、本日総会をこれから開催しますけれども、総会において、選出することになっておりまして、代表世話人、副代表世話人は世話人のご選により、選出するということになっています。で、まあ、役員についての任期は一応1年とします。もちろん再任は妨げないんですけれども、交代をしたいと、あるいは他の方にもお願いをしたいというような事態が生じた場合も、まあ、臨機応変に選任ができるようにする任期をちょっと1年にしています。それからアドバイザーについてもちょっと書かれたところになります。で、まあ、総会について、普通は定期総会をやるというのは普通かもしれませんけど、まあ、一応5年、期間が5年と短いので、必要に応じて総会が開くというような格好になっております。で、総会の権能については、まあ、20条に書かれているところであって、さらに、で、世話人会の方に第6章ですけど、26条から。世話人会というのを、まあ、一応定例的に月に1回程度世話人会を開くということをさせていただきたいと思っています。で、あと、まあ、そこでの議決に関しましては、一応
そういうことも適切として、まあ、それをもって、このネットワークの最終的な意思決定というふうにさせていただくような、体制と視点と思っております。まあ、この5年間だけなので、予算も立てずに申し訳ないですけど、予算も立てずに、スタートをしております。実は、デパの方で地球環境基金をいただいており、このような活動に当てるということでいただいていて、まあ、もう3年間なので、あとビビしかないんですけど、少なくともあと2年間につきましては、デパの方の予算から、学習会であるとか、あるいは何かタブレット等を作るとか、そういう費用についてはできるかなと思いますので、その後についてはまた皆さんとご相談をその時点でさせていただきたいなというふうに思っているところでありまして、当初の予算というのは、ちょっととりあえずは、助成金を活用するというところで、検討をして、いただきたいと思います。会計図を進めたことに、大体そういうところで、あります。これも、はい、分かりました。じゃあ、以上で基本の説明をさせていただきます。はい、皆様、今の案をご説明してきたんですけれども、何かご質問やご意見等ございますでしょうか。はい、はい、では、特にご質問やご意見等はないようですので、反対がなければ採択とさせていただきたいと思います。どなたか、いかがでしょうか。採択ということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。ではここから、採択された規約に従いまして設立総会を開催いたします。まずは総会の議長を選任いたします。引き続き北川の方で、進行を務めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。ではまず第1号議案として役員の選任を行います。規約第13条1項において、役員は総会において会員である団体の中から選出するということになっております。各団体、すごく会員になるということで、申していただいている団体の皆様の関係者の方から世話人になってくださる方はいらっしゃいますでしょうか。ご起立いただけますようお願いいたします。はい、ごめんなさい。オンラインの方は挙手の機能をご利用いただけますか。大丈夫ですか。こちらから見えないんですが、いらっしゃいますか。あ、いらっしゃいませんか。中崎さん。中崎さん。はい、わかりました。ではオンラインの方から中地先生と今こちらのメンバーの方で世話人ということでよろしいでしょうか。オンライン参加するってオンラインに入ってません。入ってなかったら後で確認ね、おしゃがないですね。はい、すみません。では、もう一名、事前に希望を伺っている方がおりますので、です。どちらの団体でしょう。行くしかない。どちらの。はい。とりあえずは、はい、
今日はあれです。そうですね。ちょっと、ごめんなさい。どちらの。事前にご連絡をいただいてなかった。準備会の方で、事前にご連絡をいただいてたわけではなかったようですので、ちょっと、改めて、ごめんなさい。手続き的なことは、あるんですけれども、確認をさせていただきたいと思いますので、上田さんの方でちょっとお名前を記録しておいていただけますか。手を挙げられた方のね。はい。下げられました。はい。はい。もしかして賛成の趣旨で手を挙げてくださったのかもしれない、ね、知れないので、もし違うということであれば、改めて事務局の方にご連絡をいただくということで、お願いを、そうですね、したいと思います。はい。では、こちらのメンバーで世話人ということで、よろしいでしょうか。はい。お願いします。どうぞ、ご着席ください。引き続き、規約第13条2項に基づいて、世話人会が代表、世話人副代表の選出の、選出するということになっております。どうしましょうか。どなたか、代表と副代表をご推薦いただけますでしょうか。はい。細谷と申します。はい。代表にはですね、今ずっとご説明いただきました、中下さんにお願いをしたいなと思います。で、副代表ですけれども、高橋さんと、今日オンラインでご参加いただいている中地先生とにお願いをしたいなと思います。はい。はい、ありがとうございます。世話人会の皆様、今のご推薦での通りということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では、こちらで代表と副代表の選任をさせていただきました。では続きまして、第2号議案の初年度活動計画について、ただいま代表世話人に就任していただきました中下さんの方よりご説明いただきます。すみません、お待たせしました。初年度の活動計画ですけれども、まず第一に、世話人会、先ほどちょっとご説明しましたように、原則として月1回開催することを予定しております。まあ、これをずっと月1回程度開催していく。から2番目に、内外研究者等による講演会の開催。これはもう私どもと共催という形で、お願いをしたいと思っておりまして、中身としては、国際市民セミナーという形で、要するに海外からゲストをお招きして、講演をしていただくというようなのを、まあ、これから年4回程度考えております。さらに国内の研究者等による学習会というのも3回程度ということで、2ヶ月に1回って合わせますと、2ヶ月に1回以上、一応、こういう学習会みたいなのを開くようになっておりまして、まあ、1年間この活動して、皆さんに勉強していただきますと、まあ、相当こういった問題についての、知識が蓄積されてくるのかなというふうに思っております。それから3番目に啓発パンフレットの作成、まあ、単にやっぱりこう講演を聞くだけではその時分かったようだけど後になってみたら忘れちゃったとかいうこともあるので、やはり基本的な事項については、まあ、何度も読んで、あるいはもっといろいろ知らない方にも読んでいただいて関心を持っていただけるような啓発パンフレットというのを作る必要があるかなと思っています。で、まあ、主な内容としては、子どもたちの発達健康に有害な化学物質とは何なのか、まあ、先ほど言った新しい毒性である情報伝達の撹乱ですねといったようなものについての説明で、どうすればそれらの化学物質の暴露を避けられるのかとか、それらの暴露を今度低減していくためにはどんな政策が必要なのかとか、まあ、海外はどういうふうに規制してるんだろうかとかといったようなことをやっぱり分かりやすく書いた、まあ、私たち独自のパンフレットを作成して、できるだけ多くの方に配布をしていきたいと。
思っています。それから4番目にホームページです。今のところ JEPA のホームページの中にちょっとこの活動について書かれの欄があるんですけれども、そうではなくて、まあ、それはもうそのまま置いとくんですけれども、それ以外にやっぱり独自のホームページあった方が紹介してこうホームページ見てよとか言いやすいので、広げていくツールとしては独自のホームページを作るっていうのを考えた方がいいのかなというふうに思っています。ただいろいろリンクは貼るところはあると思うんですけれども、やっぱり最初にこうそこにアクセスできるっていうのものは作っておいた方がいいのかな。まあ、この辺はもう皆さんとこれからご相談しながらより良い方法を考えていきたいと思っています。それから5つ目に、プロジェクトチームの設置っていうことなんですけれども、やっぱこういういろいろ取り上げる中で、いろんな物質、個別物質には個別物質のやっぱり用途であるとか、どんなところ使われてるとかね、そういうことがありますので、規制状況とかもありますから、やっぱり個別のプロジェクトチームを作って検討していくのが必要になるんだろうなと思います。あるいはこういうパンフレットを作るんだったら、やっぱりパンフレットチームっていうのを作って、そこで議論しないといちいち世話人会で月1回やってたんじゃ間に合いませんので、というようなこともあって、この私たちの本当の活動の部分というのはいろんなプロジェクトチームに担っていただきたい。でそこはちょっと役員とは違いますけれども、できるだけ多くの方が自分がやりたいと思えば参加できるようなシステムに、オンラインでですけれどもやっていけたらいいなって思っているところなので、まあ、こういったことをそしてその中に、まあ、中に世話人も、そのプロジェクトチームの中に世話人も一部入ってもらって、でそれを今度政策提言なり、ネットワークとして発信するアウトプットにつながるようなものにしていきたいというふうに思っております。まあ、そのようなことが初年度とりあえず取り組みたいなと思っているところであります。以上です。はい、ご説明ありがとうございました。では皆様、ご質問やご意見等ございますでしょうか。はい、すみません、マイクを使っての発言をお願いいたします。規約の第7条に、所定の入会申込書を提出するということになってますけど、この所定のフォームっていうのは、どこにあるのかということと、提出する場合には、郵送に限るか、文書による郵送に限るのか、それをお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。すみません、すみません、それは私の方からお答えいたします。入会の申込書については、大学新環境ホルモン対策国民会議のホームページに、掲載しておりますが、本日印刷したものはございますか。すみません、ちょっとご用意しておらず申し訳ございません。はい、ちょっと後で、上田さんすみません、後で、ご送付するなりしていただけますか。はい、申し訳ございませんが、ちょっと後でご連絡先を事務局の方にお申し出いただければと思います。申し訳ございません。申し込み方法はファックスでも大丈夫です。はい、他は何かございますでしょうか。大丈夫ですか。はい、ではすみません、はい、では第2号議案の初年度活動計画について決議を取りたいと思います。皆様こちら採択ということでよろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございます。では、
以上で設立総会を閉会とし、ここから加盟団体の皆様に決意表明をいただきたいと思います。団体の皆様いろいろご用意いただいていると思うんですが、大変申し訳ないんですが時間が10分ほど押しておりますので、ご用意いただいたものよりちょっとギュッとコンパクトな形で強い決意をいただければと思います。はい、中島先生からなっていいですか。中地さんからお願いします。いいですか。すみません、まずこの順番だともういいですか。はい、お願いします。はい、はい、こんにちは。グリーンコープ生協大阪で理事長をしています篠原と申します。本日はグリーンコープ共同体の日高代表がこの場に参加できないため、代理として私の方からグリーンコープ共同体としてのアピール決意表明をさせていただきます。よろしくお願いします。すみません、ちょっとギュッと言われたんですけれども、ちょっと全部言っても大丈夫でしょうか。すみません。私たちグリーンコープは命、自然、暮らしを何よりも大切に考え、子どもたちの健やかな成長を願い、自然環境を守る運動を続けてきました。20年以上前、環境ホルモン問題が明らかになり、その影響を一番受けるのは子どもたちと知った組合員がこの問題に取り組んでいくことを決定しました。具体的には缶詰内部のコーティングからビスフェノール A が溶出する危険性が指摘されたことを受けて、すぐに取り扱っている缶詰の調査を行いました。ビスフェノール A の溶出が確認された缶詰23品目の供給を直ちに停止し、ビスフェノール A がグリーンコープの基準値 5ppb 以上溶出する容器は使用禁止をしました。そして環境ホルモン対応管へ切り替えていきました。また、生協や市民団体の皆さんとともに環境ホルモン全国市民団体テーブルを結成し、家庭用エンビラップの製造各社に対して製造中止と代替素材への切り替えの申し入れが行われました。当時の私たちグリーンコープの機関誌では環境ホルモンと題しシリーズ化して特集を組んでいました。ごく微量であっても内分泌を撹乱し健康への影響、命に関わっていくことを知る中で、私たちはこの問題を諦めるわけにはいきませんという切実な気持ちが大きな見出しとなっていました。グリーンコープは食品包装に塩ビを使わない、容器はリユース瓶を使うなど、設立当初からプラスチックの総量を規制するという商品政策を取ってきました。1999年には環境ホルモンに対応したリサイクルトレイも実現しています。暮らしの中から環境ホルモンをなくしていこうと、1998年に身の回りの環境ホルモン暮らしチェックシートを作成し、全組合に配布しました。チェックシートの作成にあたっては、中下先生はじめ、ダイオキシン環境ホルモン対策国民会議の皆様に監視をしていただきました。このチェックシートからは、私たちの身近にある環境ホルモン、そして利便性が重視され、使い捨ての多い社会になっていることに気づかされます。そして裏面には、グリーンコープ流暮らし提案として、グリーンコープでは牛乳、調味料などの容器はリユース瓶を使っていることや、塩ビ製のおもちゃは取り扱っていないこと、無添加ラップや、天然成分の防虫剤を取り扱っていること、また2016年に組合員の声から開発が実現した紫外線吸収剤不使用のファンデーションなどの化粧品も紹介しています。身の回りの環境ホルモン、暮らしのチェックシートは毎年春に更新され、その年新しく生協に加入して組合員になる皆さんに届けて必ず見ていただいています。環境ホルモン問題について当時の組合員の自分たちに何ができるのかという視点は1999年から2004年まで続けた松葉ダイオキシン濃度調査や水質調査などにも及んでいました。2000年にはグリーンコープ環境政策を策定し、ダイオキシン発生源対策を求める国会請願署名に取り組みました。2015年には中下先生にお越しいただき、学習会環境ホルモン問題は終わってなどいなかったを開催し、再び多くの組合員と子どもたちの発達や健康は重大な脅威に直面していることを知り、問題の解決に向けて市民が声を上げる続けることの大切さ重要性を学びました。
そしてこの学習会がきっかけとなって先に報告した紫外線吸収剤不使用のファンデーションなどの化粧品を開発しました。現在有害化学物質によって子どもたちの発達や健康は重大な脅威に直面しています。にもかかわらず政府は何の対策も講じていません。このままの状況が続くなら子どもたちに取り返しのつかないことになりかねません。一刻も早く子どもたちを守るために市民が大きく連帯して立ち上がる必要があると考えます。環境ホルモンの有害性を示す科学的根拠は世界共通です。私たちはこれらの世界の研究成果から学び、それに基づく政策をの実施を政府に強く求めることができます。グリーンコープは多くの市民の皆さんと共に一丸となってこの問題解決に取り組んでいきたいと考えます。皆さん一緒に頑張っていきましょう。以上です。ありがとうございます。はい、京都高齢者生協暮らしコープの細谷といいます。京都で、組合1000人ほどの、ほぼみんなが高齢者と高齢期の組合員という小さな生協で福祉事業を中心に取り組んでいます。やはり健康で生き生きと、尊厳ある暮らしをということで、日々活動しておりますけれども、同じようにやはり次の世代ですね、命をどうつなぐかということで今日の問題はすごく重要だと思いますので、頑張って皆さんと連帯してやっていけたらなと思ってます。よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。コープ自然派事業連合の辰巳と申します。関西と四国の9府県の生協なんですけれども、さっき時間はちょっと短いということで巻いてお話をさせていただきますが、とにかくこの問題は命を守るバリアがもう効かないっていうね、そして社会の構造自体を変えていかなきゃいけない。今農薬再検討の問題が出てますけれども、農薬メーカーが学術論文を、ね、評価している状態ですので、もう行動自体を変えていかなきゃいけない、私たちだけではできない、そういった問題をこんないろんな政教の皆さん、いろんな団体の皆さんと一緒にやっていけるのを楽しみにしています。とにかく消費者には力があるんだよっていうことを示せるような、そんな活動にしていけたらと願っています。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。生活協同組合アイコープ宮城から来ました高橋千佳と申します。超ショートバージョンで、はい、石鹸運動を入り口にさまざまな環境問題に取り組んできておりまして、今ですね、本当に環境ホルモン、有害化学物質、まあ香り害、今日私東北の宮城の仙台から来たんですけれども、新幹線乗ってマスク取りたいんですけど、香り外でマスクしなければいけないような状況で、やってまいりました。環境安全基本法皆さんで署名しましたけれども、残念ながら廃案となりましたが、 PRTR 制度の有害指定のところに石鹸の成分ナトリウムカリウムが入ろうとしたときにみんなで反対しましたよね。それが叶ったって言いますか、そこはなんとか抑えたっていう成功体験を、いろんな運動をしてこう成功体験することって少ないんですけれども、それをまた糧にですね、この子どもケミネットを盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。最後にオンラインの方から中地さんお願いできますでしょうか。はい、皆さんこんにちは。今日はオンラインで失礼させていただきます。先ほど、副代表世話人になりました、あせにいただきました中地です。私ども有害化学物質削減ネットワークということで、まあ、PRTR の制度をですね、市民の人たちがいかに利用できるのかっていうことを広めていく運動をしてまいりました。で、まあ、10年ちょっと前に中下先生と一緒にですね、化学物質政策、基本法を提案をするというような運動で皆さんとも、ずっと
共に、歩んできたと思います。で、化学物質問題についてはですね、なかなか、改善、まあ、特に、ヨーロッパやアメリカと比べてですね、日本の取り組みが遅れている面も多いと思いますので、皆さんと一緒に学んで、勉強してですね、より良い、制度、あるいはより良い国にしていこうと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。今日はちょっと所要の関係でですね、オンラインになりましたけれども、できる限り、そちら、東京にもですね、行って、一緒に活動しようと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、今日は失礼します。はい、どうもありがとうございました。続きまして、ネットワークの設立にあたりまして、海外の先生方3人からメッセージのビデオをいただいておりますので、ご紹介いたします。まずは1998年に発行され、環境ホルモンブームのきっかけとなった、ウバレシ未来の教著書のジョン・ピーターソン・マイヤーズさんからのビデオを上映いたします。What a delight and honor to be able to address my long-term Japanese colleagues at JAPA, the Japan Endocrine Disruptor Preventative Action NGO, as well as their friends at the Green Co-op, the I-Co-op Mayaga, and the Co-op Jinzenha, and the Kyoto Co-op for Elders. After we published the Japanese edition of Our Stolen Future in 1997, Princess Nori issued a proclamation on her 30th birthday. She stated they were very concerned about environmental hormones. Dr. Toshi Shioda and I were then invited to brief her, her mother, and Emperor Akihito about the science of endocrine disruption in their private dining room in the Imperial Palace. For me, it was unforgettable. For me, the scientific interest in endocrine disruption that flowered in Japan during those years was also unforgettable. I flew many times across the Pacific to lecture and debate this issue. Unfortunately, the chemical industry in Japan was politically very powerful, and it convinced the government that environmental hormones were not important. Now, over 20 years later, we know how wrong they were. They told lies about the science. The government lost interest. But fortunately, research on endocrine disruption continued, especially in the US, Europe, Canada, and now even China. Billions of dollars have been invested in that research. We now know, that endocrine disruption was and is a threat to our fertility, intelligence, and even to our society. The Endocrine Society, the world's largest professional medical and scientific society focused on hormones, has issued a series of policy papers over the years that identify endocrine disruption as a profound threat to human health. The World Health Organization in 2012 issued a statement concluding that endocrine disruption is a global public health threat. And in 2020, the European Union identified endocrine disruption science as a key part of their chemical strategy for sustainability. Japan ignored endocrine disruption for almost 20 years. With birth rates plummeting and strange behaviors in young people throughout Japan, this must change. So I am very pleased to learn that this community of NGOs is forming a network that will once again encourage
the government to revitalize its attention to the existential threat of endocrine disruption. I hope it is not too late.次はですね、アメリカ・ニューヨーク大学の医学部教授で内分泌撹乱化学物質の研究の第一人者であるレオナルド・トラサンデさんからのビデオをいただいております。I'm delighted to be supporting the new network for protecting children from hazardous chemicals.I've had the pleasure of working with Masami and colleagues at the Japan Endocrine Disruptor Preventive Action Group now for many years.It's been interrupted in part by the events of the pandemic, but I'm delighted to see organizations across Japan lead the way in protecting the general public and particularly children from endocrine disrupting chemicals. We know that the impacts of these exposures can be permanent and lifelong with consequences that run the entire gamut of the human body, be it from the developing brains of young children to effects on metabolism,even obesity and diabetes, to reproductive conditions such as infertility that are so crucial to maintaining populations in countries all across the globe, and ultimately certain cancers, particularly endocrine cancers. We know that when you disrupt the basic signaling molecules of the human body, our endocrine molecules, that the effects are permanent and lifelong and run the entire spectrum.Many chemicals were not designed with our hormones, the human body's molecules in mind. And as a result, the potential consequences are not just significant for human health, they're significant for the entire economy. In Europe alone, the costs of endocrine disrupting chemicals represent 1.2% of its gross domestic product. And in the United States, even higher, 2.3% of our gross domestic product.We know that these chemicals are literally making us sicker, fatter, and poorer. And I'm delighted to see this book out in the Japanese media for the public to buy as well. And I hope that that also supports the broader message that you all are trying to put forth. So again, I really want to thank you for the opportunity and wish you all the best in this new and exciting adventure. Arigato.では引き続き最後となりますが、欧州で食品容器包装の化学物質規制に取り組む食品容器包装フォーラムのチーフ科学オフィサーのジェーン・ムンケさんからのメッセージを上映いたします。こんにちは。 Dear friends, we live in a beautiful magical world with wonderful landscapes, especially in JapanAnd with lots of joy and many, many incredibly creative, beautiful, caring, and smart people. This is where we live. It's our Garden of Eden. It's the best world we can have, and it's the best world we will ever have. But dark forces are at play that are attacking our beautiful world from many different angles. And unfortunately, these dark forces are man-made. And what I'm especially concerned aboutare these man-made synthetic chemicals, some of which are endocrine disrupting chemicals. And these chemicals are invisibly and to many people unknown, threatening our health and the future of humanity on this planet. And as people who are in the know about this fact, who understand the complexity and who understand the dangers of these chemicals, we have a huge responsibility for our fellow citizens.So I'm very happy that you are joining forces now to establish the Japanese Network for Protecting Children from Hazardous Chemicals, and that you have decided to work together to raise the awareness that is important and necessary for humanity and for Japan to take action on these endocrine disrupting chemicals now, and to protect the beautiful world that we share and to leave a legacyfor future generations, that they also can lead a dignified, happy life, enjoying the beauties of this world. Thank you for all that you're doing, and I'm very excited to see your great energy and passion and courage carry fruits. I wish you all the best for this very important undertaking.
どうもありがとうございます。はい、あの3人の高名な先生方からこのようなメッセージをいただき大変光栄に思います。ぜひあのこのネットワークを大きなものに発展させていければと思います。ではこちらで一旦休憩と挟みまして、記念講演会を続けたいと思います。すみません、ちょっと短いんですが42分だとちょっと短すぎますよね。そうですよね、ちょっと中途半端ですが52分、こちら今43分、こちら の, あの時計で43分やってるんですけれども、48分まで、5分間の休憩とさせていただきます。またオンラインの皆様、後ほどよろしくお願いいたします。後半の司会を務めます、ナイオキシン環境ホルモン対策国民会議理事の成島と申します。よろしくお願い申し上げます。講演会に先立ちまして、参加者の皆様へお願いがございます。講演資料は会場参加の方へはお配りしておりますが、Zoom でご参加の方はチャットで表示されている URL からダウンロードしてください。講演資料の無断転用はお控えください。また、講演動画は後日国民会議のホームページにアップする予定です。当日の講演の録音、録画、スクリーンショットなどでの撮影は固くお断りいたします。では早速開始したいと思います。記念講演1は、最近分かった環境ホルモンの性と生殖への影響です。講師はナイオキシン環境ホルモン対策国民会議理事の水野玲子さんです。水野さん、よろしくお願いいたします。はい、はい、皆さんこんにちは、水野です。今日はあの環境ホルモンによる性と生殖への影響ということでお話しさせていただきますけれども、今日の話が終わったときに、あの一人でも多くの皆さんが環境ホルモン問題ってやっぱりこんなに大切だったんだって、まあ、そういうふうにあの思っていただけたらと思います。で、あの今日のお話ですけれども、20年前に環境ホルモンでもう大フィーバー日本がした時のことを覚えていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうけども、全く知らないという方も若い方にはいらっしゃるので、最初にほんの少しだけこのことをお話しします。で、その次に、最近20年間にあの分かったあの、まあ、欧米の環境ホルモン研究で分かったあの生殖への影響をについてお話しします。で、あのまず最初なんですけども、まあ、あの私たちの暮らしって今人工化学物質に囲まれている、目に見えませんけど、で皆さん一体その数がいくつあるかご存知でしょうか。なんと、去年の4月時点で2億6千万種を超えたんですね。すごいですね。1日あたり、1万4千物質が新たに登録されていると、まあ、こんなに恐ろしい世界に私たち住んでるわけですね。で、それでもあの、まあ、工業的に生産されている化学物質っていうのは約10万種類と言われてまして、大体そのくらいの化学物質に囲まれていると、まあ、そういう意味ではあの私たちが今生きているあの現代社会、まさにその半世紀前にあの有吉沢君は複合線と本を書きましたけども、複合線の時代になっています。で、あの普通に考えれば、使っている化学物質、あの毒性試験はちゃんと してあるだろう、安全なものしか使ってないだろうと普通は思うかもしれませんけど、とんでもない話なんですね。安全性があの確認されている化学物質というのは実は 1% 以下と言われています。それも、それこそ水俣病のように、被害者が出たとき初めてその化学物質について、調べ始める、まあ、そのようなわけなので、事故とか戦争とか、まあ、被害者が出たときに調べたものだけはある程度毒性が分かっていると、それ以外の、あの化学物質ほとんど何も分かってないと。ですからこの氷山の下の海というのはものすごく深いわけですね。で、その中で、現段階で分かっているだけでも800物質が、私たちの体のホルモンを攪乱する化学物質であると。で、まあ、その数、この本当に調べ始めたら何倍あるかも見当もつかない、まあ、そのような状況です。で、その中で、あんまりたくさん化学物質があるので、もちろん毎日呼吸したり、食べたり飲んだり、まあ、いろんなとこから体の中に化学物質が入ってくるわけですね。
それで、環境省は平成23年から化学物質の、暴露モニタリング調査というのを始めました。でまあ普通の私たちの日本人から PCB とかダイオキシンとか有毒物質は今でも微量ですが検出されているというわけですね。で、皆さん POPs ってご存知でしょうかね。残留性有機汚染物質っていうんですけども、残留性っていうのは一旦体の中に入るとなかなか出ていかない、そこは問題なわけですね。例えばですね、第二次世界大戦後の1946年ですね、日本人が白身だらけだってことで頭から DDT を頭が真っ白になるほどかけられましたね。その時の DDT はその後70年代にも使用禁止になったのに、今でも2011年の環境省のモニタリング調査でも日本人から検出されてるわけですね。そういう意味で残留性の残留性物質ってすごく怖いわけですね。で、残留性が強いってことは体の中に入ると脂肪分の多いおっぱいとかね、そういうところにずっと溜まっているか、あるいは小山後に受け渡されるということですね。で、小山後に受け渡されるということなんですけども、まあ、父親経由で、有害物質が数世代影響を与えたというようなことも最近分かってますけども、その中でも、まあ、まずはお母さんで、昔は胎盤は有毒物質を通さないって長いこと言われててみんな信じてたわけですね。それでも、胎児性水俣病の患者が現れて初めて、あ、胎盤からを有機水銀が通過するんだっていうことが分かったわけですね。それでアメリカの EWG、アメリカを代表する環境市民団体が2009年にヘソ脳の再対決を調べたところ、200種類以上の、まあ、化学物質、これも有害物質と言われている物質を検出したわけです。もう今調べればもうその倍ぐらいあるかもしれない。それで、最近ですね、2020年にイギリスのガーディアン紙はすでに40の研究で再対決から PFAS、 今問題になっている有機物質化合物を検出した、まあ、そういうわけですね。で、へその緒が汚染されているだけじゃないんですね。赤ちゃんが浮かんでいる羊水ですね、羊水から化粧品や香り付き製品のに入っているフタルサンエステルなどが検出される。最近、数年のことですけれども、海外の研究者はこの羊水の化学物質を一生懸命調べ始めたんです。もうごく最近です。で、フタルサンエステルっていうのは香り付き製品の8割以上に入ってるわけですよね。それとか化粧品にも入ってます。ですからベタベタと化粧品を体に、塗りまくったり、日焼け止めを塗ったりするとお母さんの体に入るわけ、皮膚から入るわけですね。で、今年です、染色体以上のある胎児の羊水中に高濃度のビスフェノール類が検出された、まあ、こういう報告があったんですね。ビスフェノールというのはもう環境ホルモンの代表物質のような物質で、まあ、プラスチック の, まあ、原料であって酸化防止剤なんですけども、もはや、お母さんが私たち現代人、まあ、化学物質を使っている私たちの羊水の中から、お母さんの羊水の中からこれほどたくさんすでに環境ホルモンが検出されると、まあ、そういう状況になってます。でここでやっと環境ホルモンの話ですけど、これはもう数十年前にの時、環境ホルモンフィーバーがあった時のことを皆さん覚えてらっしゃるかと思うんですけれども、アメリカ五大湖の野生生物がなんか異変が見られたと、オスのメス化だとか個体数減少不妊、その中で一番目立ったのが、一番というか最初に目についたのが、ワニのオスのメス化、ペニスがすごく短くなってしまうと。でこのワニはこの五大湖の水を飲んでたわけですね。でこの五大湖っていうのは、湖の周りにたくさん工場が乱立していて、そこからの排水 DDT、PCB、ダイオキシン、まあ、いろんなものが数十年にわたって、この湖に流れ込んでたわけです。でそこの水を飲んだ、野生生物たちがに異変が起きたと。でこれは、例えば、カモメなんかがメス同士でつがいが増えたとか、卵が孵化しなかったとか、
まあ、いろんなことが起きたわけですね。で、その時にいつか人にも同じことが起きるのではないかと言われていたわけですね。でもまだ人については証拠がほとんどないとかいうふうで2、30年前終わっていたわけですね。で、先ほどからお話があったように、まあ、1996年、まあ、コルポン博士らが、環境ホルモン仮説を出したわけですね、提出したわけですね。人工化学物質が野生生物のホルモンを撹乱し、生殖機能などに影響を及ぼすと。で、まあ、環境ホルモンのこと、詳しく言えばキリがないんですけど、一言で言えば、一言っていうか、その作用ですね、外因性の化学物質が私たちの体のホルモン受容体なんかに、結合して間違った指令を DNA に出すと、まあ、そのような、偽ホルモンというのがとしての働きが環境ホルモンの働きだわけですね。で、90年代末から2000年初めにかけて、ほぼ連日のように、メディアは環境ホルモン問題、大騒ぎしたわけですね。あれが危ない、これが危ない。あんまり大騒ぎしたもんで、それは産業界にとっても恐怖だったわけですね。なんとかこの騒ぎは沈めなきゃいけないと。ということで、この問題に、蓋が閉められたと、まあ、いうのが現状なんですけども、産業界寄りの学者に、環境ホルモンなんてから詐欺だという、そういう論考を書かせて、環境省も環境ホルモンのリストを廃止して、日本ではこの問題終わりましたということにされてしまったわけですね。で、その間に20年間着々と海外では研究が進んだということです。で、90年代当時、もし体のホルモンが攪乱されると、起こる可能性のある疾病、まあ、少子化もそうです、ホルモン依存性がんだとかいろんなことが言われてたわけですね。で、まあ、神経発達への影響や免疫系の影響もあるだろうと。それで、まあ、可能性があると言われてた、病気が軒並み増加してますね。一つ一つ今日グラフでは示しませんけれども、軒並み増加しています。それで、中でも、まあ、少子化の問題は深刻ですね。で、最近、不妊症に悩むカップルっていうのが2015年で 5.5 組1組だったのが、5、6年の間、2021年には 4.4 組に1組になった。ものすごい勢いで不妊に悩むカップルが現実に増えていると。それなのに少子化と環境ホルモン問題との関連は全く我が国では議論されてないと。とんでもないことですね。まあ、この件について私たち団体でも、提言書を国に、出さなきゃいけないということで、を考えてます。で、まあ、これちょっと覚えておいておいていただきたいことは、まあ、今日のお話は、内分泌系ホルモンの話ですけれども、ホルモンが攪乱されたときに神経系とか免疫系もう相互に体の中では影響し合っているので、何かしらの影響を相互に与え合っていると、まあ、そういう関係にあります。まあ、それはちょっと覚えておいていただきたいと。で、それで最初の野生生物の五大湖の野生生物のことに戻りますと、まあ、野生生物に起きたんだから、まあ、いつか人にも起きるに違いないと言ってたわけですよね。で、1993年、もう30年前になるんですね。この時に、イギリスの BBC が環境ホルモン番組を放映したわけですね。その時に男性の攻撃、まあ、これ正確には、攻撃ではないんですけど、まあ、プラスチックから溶け出す環境ホルモンが河川を汚染し、まあ、男性の生殖機能も低下させるのではないか。もうこれ30年前にこの番組を作った BBC っていうのはすごいと思うんですよね。ごく去年か一昨年にも BBC はもう一つ環境ホルモン、番組を作りまして、それはそれでもプラスチックは必要ですかとか、まあ、そんなタイトルだったと思うんですけども、プラスチックと生殖機能の関係を元に作った番組だったんですね。まあ、それもさすがだなという感じだと思います。で、ここでなんで男性の攻撃ってことになるかといえばですね、環境ホルモン物質って、ほとんどが
なんと女性ホルモン作用を持つ物質が多いわけですね。二世女性ホルモン、二世エストロゲンと言ってもいいほど。ですから、いわば現代人は、女性ホルモンの海の中、女性ホルモンの海の中で生きていると言っても過言でないと、まあ、そのくらいエストロゲン用の物質に囲まれているわけです。それで、人にはいつか起きるとか言ってて、本当に起きたんですね。証拠はないとか言ってたんですけども、日本でも、オスのメス化、男児の生殖器の女性化を示す、データっていうのはもうあります、はっきりと。尿道化裂、これは、1972年から、まあ、50年ほどで 8.6 倍に増加しました。すごいですね。で、これと同じように男児の女性化を示す、先天奇形って低流精巣。精巣が生まれた時に下まで落ちないあるんですけども、そのデータは日本でちゃんと取ってないみたいで、困るんですけども、海外ではそれも 7,8 倍もっと増加しています、欧米では。それでですね、でこの図なんですけども、これは、私が2000年に海外の雑誌にちょっと発表したものなんですけども、日本では男の子の死産が、70年代半ばから増加している、このグラフは男女比なんですね。で70年代半ばからこの赤い線ですけども、死産の男女比だけがどんどん増え始めて、ということは男の子が生まれる前に女の子より多く死に始めた、それが20年ぐらい続いてるんですよね。でこのグラフっていうのは人口動態統計をもとに作ったんですけど、人口動態統計ってのはすごい統計なんですよね。日本で生まれた人の出生と死に関する統計は全て入ってる、何億人のデータの。それでやっぱり男の子がもしかしたら日本のお母さんの子宮の中が、女性ホルモンでいっぱい なので影響を受けたのではないか、まあ、そんなことを私この時、ここで書いたわけなんですけども、そうかもしれないんですよね。まあ、そのようなわけで日本人もこの環境ホルモンの影響から全く無縁ではないというふうに思います。それで性質の問題ですけども、環境ホルモン問題の始まりの時に1992年か3年だったと思うんですけども、スキャッカベックとカールセンという、まあ、海外の学者がですね、性指数が90年までの50年間で半分になったっていう、そういう論文を出したんですよね。その時世界は非常に驚いたんですよね。ただ、そんなの嘘だろうと、もう性指数がそんな減ってるとしたらそれは由々しき問題だけども、それは研究の仕方が悪いに違いない、サンプルが偏ってるとかなんとかんとか言われて、けんがくがくな議論が20、30年続きました。そしてついに2017年、これは CNN のニュースでしたけども、欧米男性の性質は過去40年間で半分以下になったということを示す論文を発表したのが、レビン博士と、私たちも、昨年国際市民セミナーにお呼びした、スワン博士なんですね。で、このニュースは欧米では100以上のメディアで大々的に報道されたんですね。ただ日本では全く報道されなかった。私は本当に驚きました。あんなにね、日本人環境ホルモンって騒いでたのに、みんな誰も報道しない、一体どうなっちゃってんのっていうふうに思いました。であんまりどこにも報道されないんで、まあ、雑誌にこのことをまとめて書きましたね。でこれはその時に作ったデータですけども、この論文を発表したスワン博士によれば、2045年には本当に性質がなくなるんですよと、子供が生まれなくなるって現実の問題なんですよって言われてますけども、もうこのグラフ作ったら、まあ、2040年頃には、まあ、1500万以下になって、まあ、ほとんど人工受精に頼らない限り、生殖補助医療の力を借りない限り、もう子どもはできなくなる、まあ、それは現実にもう起きていることがほぼ確実となったわけですね。でこのスワン博士、まあ、去年、国民会議でもう本当によくしていい講演していただきましたけども、まあ、性質の減少がはもうほぼ確実だと、もう世界中にで そうなりました。ただ何が原因かといったときに、このスワン博士はフタル酸エステル、プラスチックの可塑剤ですね、に注目したわけですね。
このプラスチックの過疎山のフタルサンステって本当にあらゆるところに入ってるわけですね。それで、科学的に、きちっと原因と結果を検証したというわけですね。でこの、スワン博士はカウントダウンという本を書きましたけども、まさに、先進諸国の私たち化学物質をたくさん使っている人たちはがあに新しい子供が生まれなくなる X デーへのカウントダウン、まあ、そういう意味の本なんですね。これは、日本語版が翻訳版が、昨年出版されてますので、詳しく知りたい方はぜひお読みください。まあ、あのスワン博士はお母さんのフタルサンエステル濃度が高いと男児が女性化すると、まあ、そのようなことを言っています。でまあ、あのこの他に生まれたての赤ちゃんの肛門と、あの男の子ですね、男の子の肛門と生殖器の間の距離が短くなると、これは女性化のサインで、フタルサンエステル浴びたお母さんの子供はそうなりますよって、男女も女性化しますよっていうようなことをもう発表して、あの検証をされたわけです。でこのスライドはあの私たち、国民会議であのお呼びしたデンマークのイエンセン博士のスライドがフタルサンエステルの綺麗な写真だったので使わせていただきましたけれども、フタルサンエステルってどこから出てくるか、家の中でクッションフロア ありますよね、ビニールのフロア、あれにはフタルサンエステルたくさん入ってる、あそこから出てくる、あと壁、ビニールの壁紙からも出てきます。で出てきては、空気中にフタルサンエステルが出てきて、それを私たち吸い込むわけですね。まあ、その他化粧品にはたくさん入ってますね。化粧品を滑らかにな感触にするためによ。ですからもううっかりしてると、もう化粧品ベタベタ塗ってると、女性の体はフタルサンエステルだらけになると。まあ、そういうわけですね。で、まあ、そのことを詳しく知りたい方は、私たちの団体のホームページに物質ごとのデータシートって作ってますので、フタルサンエステル以外にも詳しくここをご覧になってください。あのホームページからいろいろお読みになってください。で、泉質の減少ということに関しましては、まあ、いろんな研究が発表されてます。この物質で実験したら、減少しました。で、ごく最近ですね、2019年、中国人男性で、精液の中の PFAS 濃度が高い男性は、性質が減少してたという、論文が発表されました。今、PFAS 問題になってますね。ですから男性の方もやれキャンプに行くだろう、山登りに行くだから防水スプレーであちこちシュッシュやろうなんてやってはいけないんですよね。もう防水スプレーはむやみに日本では使われてますね。まあそのようなわけですね。で、あの有機フッ素化合物につきましてはね、私たちの団体でもこれまで何回か講演会開催してきました。そしてまた今度の総会の時にあのこのテーマで講演会という予定になっておりますので、皆さん、ご期待ください。ただあの焦げつかないフライパンだとかシミのつかないカーペット、こういうの便利そうなものに飛びつくとこの PFAS を浴びてしまって私たちの体に入ってしまいますので、まあ、その点はよく気をつけましょう。まあ、特に赤ちゃんに気をつけていただきたいということですね。で、あの先ほどのスワン博士たちのもう、先進諸国の男性の性質はもう決定的にもう少なくなってしまったという論文、それが2017年に発表されたわけですけど、翌年2018年にNHK が精子に関する、番組を2つ作ったわけですね。で、それはですね、タイトルがなんと、精子老化の新事実というタイトルだったんですね。平均に、35歳、日本人男性の6人に1人の精子数は WHO の基準以下である。これは精子老化であると。まあ、なんということか、なんとその海外とこの問題に対する認識が違うのかということですね。環境ホルモン問題、全く化学物質の問題は眼中にないというふうにあの思いました。まあ、それとも老化と言わざるを得なかったのかもしれないですけど、ね、まあ、そのようなわけで、環境ホルモンもで、性質が減少するということに対してはもうたくさんの実験が行われてますね。でこの、ホランさんの実験ですね、これはあの男子世代に、合成エストロゲンを投与すると投与し、2世代3世代にも投与するわけですね。現実の私たちの環境というのは子や孫の世代も環境ホルモンを浴びてるからですね。それで実験すると3世代目にはほぼ精子、生産することができなくなるマウス、まあ、そういうことが分かりました。
でもこういう実験を見ると日本人の専門家なんかはマウスと人間は違うんだと、人間は高等生物なんだからとかいう人先生も結構いらっしゃるわけですね。でも現実に同じことが起きてるわけですね。でまあ、ちょっと今日時間がないのでこの話はしませんけれども、抗男性ホルモン農薬で4世代目まで生殖影響が伝わるというようなことが分かっています。これでやっと女性の問題になりましたけど、時間は何分までだっけ、28分、まだありますね。やっと女性の問題に入りました。女性も、私たちは女性ホルモン作用のある化学物質の海にの中にいるという状況の中でですね、女性の影響がないわけないんですね。男性の話ばっかりしましたけど、過剰なエストロゲンにいつも暴露してるわけで、性的成熟期、では、ですからライフ、女性のライフサイクルの中でいろんなことが起きてるわけですね。で例えば思春期早発症、月経の始まる時期が早くなったり、おっぱいの膨らむ時期が早くなったり、思春期早発症は非常に増えてるわけですね。それで月経の始まる時期は日本の文部省の統計ですと50年間にもうすでに1年早まってます。それで外国なんかですと、小学校に、2、3年の段階で、女の子のおっぱいが膨らみ始めたと、こういう報告はたくさん出てるわけですね。で気になるのは流産の増加ですね。最初に染色体異常の話が出ましたけども、流産の増加がなんと日本で年平均 3.9%。 この数字は非常に私も驚いたんですけども、こういうことも起きてます。で乳がんですね。乳がんはこの44年間で約9倍に増えました。乳がんの罹患者数ですね。で環境ホルモン問題が、最初に提起された90年代初めですね、これはいろんなところで語り継がれているエピソードですけども、アメリカのタフツ大学のアナソト博士の実験室で乳がん細胞の実験を使って実験をしていたと。で試験管の中に何も入れてなかったのにどんどん乳がん細胞が増殖していると、これは一体なぜかということで、調べたらはプラスチックから添加剤が溶け出してたと。それがノニルフェノール、界面活性剤の原料だったりするわけですね。ということが分かったわけです。ですからプラスチック添加剤でもう乳がんというのもどんどん、増える可能性があるわけですね。この件については、いろんな研究がすでに発表されています。でこれです。綾世代って皆さんご存知でしょうかね。15歳から39歳、アメリカでは外国ではアドレセント&ヤングアダルトって要するに若者ですね、若者のがんを調べたところ、がんの8割がなんと女性だったって。日本で国立がんセンターが2021年にびっくりしてプレスリリースしたんですよね。国立がんセンターがね、新聞に載るような発表するって非常に珍しいわけですね。何に研究者たちが驚いたかというと、その8割が女性だった。皆さん身近に、若いのにもうがんになってって結構聞きませんか。すごく多いんですよね。それはきっと環境中のエストロゲンレベルが高くなったんじゃないかなと思いますけど、そんな証拠はないとか皆さん言われると思うんですけども、このようなことが日本で起きてます。でこれ日本だけ なのかなと思ってちょっとアメリカのデータ見てみたら、アメリカでは女性は6割ぐらいかなって感じなんですけど、もしかしたら日本の女性が特別にこの環境エストロゲンに反応しているのか、そこら辺は全く分かりませんということですね。でこれです。環境ホルモン の影響が疑われるんですけども、先進諸国女性の不妊の大きな原因、これ皆さんご存知でしょうかね。ピコスって多嚢胞性卵巣症候群って言うんですけども、普通ですと排卵するときに卵が1個大きくなって排卵するんですよね。そうじゃないんですよね。これになると卵巣の中に小さなネックレス状にネックレスサインのように卵が小さな卵ができてなかなか排卵しないと。でこのピコス女性っていうのは、男性ホルモン濃度がすごく高いと、排卵障害、不妊、無月経、男性化してるわけですね。ですから、こういうようなことも起きてると。でこのことに関して、
まあ、2012年の段階で、WHO、UNEP の報告書で、環境訪問と関係するんじゃないかと、まあいうことで取り上げられていたわけなんですね。で実際に、このPCOSとビスフェノール A との関連を示す研究は結構発表されています。でこのパトリシア・ハント博士ですけども、今度国際セミナーにこの方をお呼びしたらどうって私が言ってるんですけども、このハント博士は、BPA 暴露による卵形成の影響ってことをマウスの実験、猿の実験で検証してるわけですね。でマウスでは、BPA に暴露すると卵発達に影響があったと。あと染色体の不分離ですよね。染色体というのは分類するときに22で分かれるのに31で分かれたりする、まあ、ダウン症もそういうあれですけどもね、まあ、それが実際にマウスで起きたと。で猿でも同じように、卵巣に PPA で異常が見られたということは、まあ、人間人で いつ起きても決して不思議ではないとっていうことですね。で現実にもう起きてるかもしれないということです。でこのビスフェノールなんですけども、先ほどから出てきてますけども、フタルさんもそうですけども、ビスフェノール類となると百何十種類いろいろあるわけですね。ですから BPA が悪いと危ないと言われたら、その代わりに似たような BPS だとかそういう物質に、まあ、変えればいいでしょうっていう世界ですよね。それですけども90年代の環境ホルモンの時に缶詰の内側にエポキシ樹脂を使っていたので、ここから環境ホルモンが溶けてるじゃないかということで、日本の製缶業界はその材料を変えました。で、哺乳瓶なんかも変えました。それとあと90年代の前半ぐらいは学校給食の食器っていうのはほとんどほとんどじゃない 40% ぐらい、4割ぐらいはポリカーボネートだったんですよね。でこの問題が起きて、即他 の素材に変えたみたいですけども、ですからその頃学校給食を食べてた人っていうのは、まあ、大体これビスフェノール浴びてたかもしれないんですけども、まあ、その他、まあ、いろんな問題があります。で私非常に気になっているのは、歯の詰め物に、コンプリジットレジンにビスフェノールが使われている。まあ、2002年に日本歯科医学会は安全宣言を出したんですよね。もう安全です、大丈夫ですと。ただその後海外ではもう1000本以上の論文が発表されました、この件についてだけ。だからそしたらば、歯の治療後唾液や尿中のビスフェノール A の濃度が非常に上昇すると。これ私の身近な人間がこの 歯の治療後に子宮筋腫が非常に大きくなったんです。びっくりしてこれ調べたんですよ。そうしたらば、あ、海外では1000本以上の論文が出て、もう危ないって言ってるじゃないかと。これを本当に変えないと女性が被害に遭いますよね。まあ今そんなことを考えているところです。で最後にです、ちょっと急いだ、28分ずいぶんと早くして喋ったので時間があんまり早くしだったでしょうかね。最後にこの性の多様性と環境ホルモンという話ですけども、これ五大湖の野生生物では、メス同士が使いになったから人間でもこんなこと起きるんじゃないのって私よく聞かれるんですね。でこの問題ってすごくデリケートなのであんまり喋ってはいけないってい う人もいるんですので迷ったんですけども、まあ、結論から言いますと、科学的証拠はまだまだ不十分という段階です。それでですね、それでも、海外の学者は実験をしたんですね。で野外実験で3年にわたって鳥の生殖やペアリング行動を調べたと。日本ではこんなね研究ね、時の同性カップルが増えるかどうかなんて研究に、研究になんかつきませんよね、できませんよね。でも海外の学者はこれをやったんですね。それでメチルス菌に暴露させたシロトキ、オス同士のペアが最高でオスの 55% に増加したと。求愛行動が低下した。卵の数が 30% まで減少したと。まあ、このようなことが報告されています。まあ、こういう論文も
一つか二つじゃなくて何百ってこういうのが出ると皆さん信用するんですね。あ、本当のかもしれないと。まだまだこれは証拠が足りない段階です。で、これ、急いだら最後になったんですけども環境ホルモン問題が提起されたときに、環境ホルモンの人の唯一確かな証拠っていうのは流産防止剤ですの話だと言われていたんですよ。これって何かっていうと、この流産防止剤さえ使えば流産しないで済みますよ。欧米で500人以上の被害者が出たわけですね。で、何の被害が出たかっていうと、そのデスを投与された女性の産んだ子供たちに、デス娘、デス息子に子宮じゃない生殖器の奇形であるとか生殖器のがんだとか、もう病気が多発したんですね。ですから500万人以上の人がこれを飲んだ、それで子どもたちは1000万人以上いるかもしれないんですね。その子たちが被害にあって、国際的なネットワークができてるわけですね。で、ある時この国際的なネットワークで、デス息子の性的違和感を感じているデス息子が多いみたいだからって調査が行われました。調査した結果、500人中150人が、トランスジェンダーだとか、これいろんなこと書いてあるんですけど、トランスセクシュアルとかインターセクシュアルとか、まあ、いろいろあるんですけども、詳しくお読みになりたい方はこの報告書を読んでいただきたいんですけども、非常に多くの男の子が性的違和感を感じていたと、まあ、このような報告も出ています。ということはですね、妊娠中に、合成エストロゲンを剤を飲むということは非常に危険であるということで、このことは世界に合成エストロゲン剤の危険性を知らせることに非常に役立ったわけなんですけども、その次世代、2世代目、3世代目がどうなったかまではよく研究がされてないと思いますけども、いろんな問題が起きたと、そういうわけです。で、今日のまとめですけども、身の回りの製品に潜む環境ホルモンが私たちの生殖機能を脅かしている、もうこれほぼ確実なんですね。もう生殖数の減少に関してはほぼ証拠が固まったと。ただ、日本人はみんなこの事実から目を背けているという段階ですね。それで卵形成にも、プラスチック由来の化学物質が影響を与えるという証拠はもう着実に積み重なっていると。で、それらが不妊と少子化の大きな原因になっている、そういうことはもはや疑いもないというところまで来ました。そのようなわけで、なんとか、こういう問題から目を背けないと、あと数十年で本当に子どもが生まれなくなったら大変ですよね。で、先ほどの聖書の話ですけども、欧米でって書きました、欧米の男性の調査だった書きましたけども、その欧米の男性の中でも最も精子数が少ないと言われているデンマークよとほぼ日本人の男性の精子数は同じだっただという研究論文はもうずいぶん前に出てるんですね。今はどうか知りませんよ。日本人はそれ以降全く研究をストップしてしまったと、そのような状況にあります。そのようなわけで、環境ホルモン問題、20年間蓋を閉められてしまっていたけど、本当にやっぱりこれって私たちの生存に関わる重大問題だなということを新たに皆さんに認識していただけたらいいなというふうに思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。水野さんありがとうございました。それでは引き続き記念講演に移ります。記念講演には有害化学物質による子どもの脳への影響です。講師はダイオキシン環境ホルモン対策国民会議の理事で環境脳神経科学情報センター副代表でもある木村黒田純子さんです。黒田さんよろしくお願いいたします。
こんにちは、皆さん、木村黒田です。もう皆さんお疲れだと思いますけれども、後半のお話を聞いていただきたいと思います。有害化学物質が子どもの脳発達に及ぼす影響についてお話しさせていただきます。で、今日これつけなかったんですけど、私は、基礎生物出身で、公立の研究所で約40年近く研究してきて、前半はウイルスなんですけど、後半は、有害な化学物質 PCB やネオニコが、脳発達にどう影響するかについて実験研究をしてきました。でそれでも研究所は退職しましたが、やっぱりこの化学物質の問題何とかしないとまずいと思っていて、まあ、環境の神経科学情報センターや、国民会議でいろんな活動をさせてもらっています。で、今日のお話はこのような順番で、していきたいと思っています。で、発達障害が増えていること、これはもう皆さん、ね、ご存知だと思います。自閉症スペクトラム障害、これ長いので以下自閉症と言います。それから注意欠如多動性障害 ADHD、 学習障害 LD、まあ、この3つが主な、発達障害になりますが、2012年文科省の調査で全学童の 6.5% と発表されました。で2022年、去年ですね、12月に文科省が全学童の 8.8% が発達障害の可能性と、発表したんですね。でこれは診断基準の変化や親が早く医者に連れていくこと、これも確かに発達障害の増加の原因でなっておりますが、やはり増加しているのではないかというのが専門家の意見になっています。でこれ文科省の資料ですが、特別支援学級の児童数ですね、このようにすごい勢いで増えています。で特に自閉症、情緒障害、まあ、知的障害も、若干増えております。でこれは通級ですね。通級も非常に増えているんですけれども、特に注意欠陥多動性障害、学習障害、上の項目ですね、自閉症、情緒障害、この項目が、たくさん増えているということが、お分かりになるかと思います。でこの急増の原因なんですけれども、遺伝要因では説明がつきません。遺伝子関わっていることは関わってるんですが、日本人全体など集団で短期間に遺伝子が変わることはありえませんと、環境要因が大きく関わっている可能性があります。で環境要因もいろいろありまして、栄養、家庭、社会環境など複雑な原因が考えられます。で特に栄養状態とかもね、昔と違って偏っていたり、家庭社会環境、非常に変わりました。睡眠パターンが非常に悪い、それも一因であるという研究も結構あるんですね。で、それも私は一理あると思っています。ただ農薬など有害な環境化学物質の暴露が一因とする研究、これも蓄積しております。ですので今日はそんな全部お話しできませんので、私のやっている専門分野である有害な化学物質の暴露が脳発達にどう影響するかということについてお話していきたいと思います。あとお断りしておきたいことは、発達障害はこれ個性の延長とも考えられて、素晴らしい能力を発揮する方が大勢いらっしゃるんですね。ですから一概に悪いとは決して言えません。しかしコミュニケーションに支障があるケースが多くて、本人も周囲も大変苦労します。で環境要因で急増しているなら、やはりその原因究明が必要なんじゃないかと私は考えております。で環境要因が重要であることがなぜ分かってきたかと言いますと、実は自閉症の遺伝子研究から分かってきたんですね。で自閉症の研究が最もされているんですけれども、1943年に、自閉症の初報告がありました。でこの当時は自閉症は母親の育て方が悪いという冷蔵庫マザー説、まあ、当時のお母さんね、大変嫌な思いをされたと思います。で一方で今度は1977年に、疫学論文で自閉症は遺伝性が 92% という論文が出たんですね。でこの論文はたった21組の一卵性双生児の調査診断基準など、この研究いろいろ問題がありました。しかし1990年頃にこの遺伝性が過大評価されまして、自閉症原因遺伝子探索の研究競争が始まりました。というのはこの当時遺伝子研究というのがとても盛んで、遺伝子が分かれば全ての疾患が分かるだろうと、また研究費が膨大に出たんですね。ですから、多くの研究者がこぞって、遺伝子を見つけてやろうという研究をしたんですけれども、結局30年近く経っても単一の原因遺伝子は見つかりませんでした。ところが関連する遺伝子、自閉症に関連する遺伝子というのは約1000もあるということが分かってきて、これはデータベースに公開しています。でこの遺伝子を見ますと、どうも神経細胞と神経細胞の間のシナプスをつないでいるところに関連する遺伝子が多い。どうもこのシナプスに異常が認められるのが、この発達障害や自閉症なんじゃないかということがだんだん分かってきました。
で、2011年には正確な疫学調査が実施されまして、遺伝性約 37%、残りは環境要因なんですね。で、ほとんどの病気や疾患には、環境要因が、環境要因が、遺伝要因と環境要因が関わっていますが、この自閉症の研究から、環境要因の方が大きいということが分かってきたわけです。で、これは、いろんな疾患が遺伝要因と環境要因があるということを示した図になりますが、ほとんどの疾患は、遺伝要因、環境要因両方関わっています。で、発達障害に関しては、このように遺伝要因が3、4割、6、7割が環境要因であ るということがだんだん分かってきています。で、これは子どもの健康と環境に関するエコチル調査ですね、ご存知の方も多いと思いますけれども、環境省、政府も、胎児期から小児期にかけての化学物質暴露が子どもの健康に大きな影響を与えているのではないかということで、全国で10万人規模、2011年に開始して、で最初は21年間だったんですけれども、去年40歳まで調査に変更して今続けています。ただまだデータがあんまり出てないんですね。でその中には化学物質のいろんな有害な物質が暴露すると子どもにいろんな影響が及ぶのではないか、でその中に精神神経発達障害も、入っているので今これが調査が進んでいるところです。でここでちょっと人の脳の発達についてご説明したいと思います。私たちのいろんな行動ですね、社会的な行動、いろんな行動はそれを担う神経回路ができて、それが行動につながっていくというふうに考えられています。で神経回路というのはシナプス形成によって、シナプスによって神経回路が形成されます。でそれの大元は実はやっぱり DNA なんですね。で DNA はただしこれは設計図に過ぎませんで、遺伝子発現が重要になります。どのタンパクをどれぐらい作る、これをもう密にやっていかなきゃいけない。でこの遺伝子発現の調節でとても大事なのがホルモン依存性の調節、それから上にある外部環境からの刺激による神経活動依存性の調節、この調節大きな柱に分かれていますが、密接に関係するところもありますけれども、この調節によって、どんどんいろんなタンパクができて神経細胞が増えて、脳ができていって、で最終的に神経回路ができていく、そういうことが分かっています。でこれは神経回路のモデルな図なんですけれども、特にですね脳の工事機能を担う大脳皮質の神経回路、私たちのいろんな社会的な行動っていうのは大脳皮質の神経回路なんですね。でそこの、大脳皮質の神経回路がどうできていくかといいますと、これは環境要因が非常に大きいんですね。で化学物質環境と外界からの刺激、外界からの刺激はこれもとても大きいんです。で私たちの、人間は、持って生まれて喋る能力をみんな持って生まれます。しかし何語を喋るかはもう 100% 外環境ですよね。日本人であっても、外的な外国語の環境で育てば英語の喋る能力ができるし、他の言語の、神経回路ができていくわけです。ですから外的な刺激というのはとても大事になります。でこれは子どもの脳の発達ですけれども、子どもの脳がどんどん発達していって、生まれる頃9ヶ月にはもうほとんど、大脳皮質も括弧としては、シワがある脳になっています。でこの時は脳幹の方では呼吸中枢とか生命維持に必要な神経回路はできてるんですけれども、その高次脳機能を担うような神経回路はまだあんまりできてないんですね。でここにありますけれども、突起が少ないです。で2年目になると、これ人のサンプルですけれども、非常に密になってきます。神経回路ができていくんですね。でこれはそれを阻害するような、有害な化学物質を示した図になりますが、今言ったようにいろんな私たちの行動、それを担う神経回路ができていくときに、この遺伝子発現がとても重要であると。でこのホルモン依存性の調節を阻害撹乱するのが環境ホルモン、そしてこちらの外部環境からの刺激による神経活動依存性の調節を撹乱するのが殺虫剤など神経撹乱物質になります。でここにもちょっと入れましたけど、今日はこの話はあまりできませんが、放射線とか DNA 突然変異を起こす環境化学物質やエピゲノムを起こすような、エピゲノム変異を起こすような物質もこれも関わってるんですけれども、今日はこの2つの柱の方からお話したいと思います。で
自閉症などの発達障害に関しては、このシナプス形成と機能神経回路形成、これが、うまくいかないんだろうということが、今言われております。で、ここではちょっと遺伝子発現の説明になりますが、もう遺伝子発現、メッセンジャー RNA ワクチンで皆さんご存知だと思いますけど、DNA っていうのはすべての細胞にあるんですね。全部同じ情報を持っていますが、脳の発達に必要なタンパクっていうのは、限られるわけです。ただすごくいろんな種類がたくさん必要なんですけれども、もう順番にうまくこのタンパク質が作られていかない、いけないといけない。で、それには遺伝子発現の調節が重要で、この遺伝子発現がうまく、なっていくためには、ホルモンや外部からの刺激で精緻に調節されて機能します。で、外部からの刺激というのも最終的には神経伝達物質などの化学物質に変換されるんですね。ですから殺虫剤など有害な化学物質に阻害撹乱することが考えられます。で、これは、脳の発達過程と毒性のある化学物質の脳への侵入経路を示したもので、胎児期には神経細胞がどんどん増えて脳ができていきます。で、胎児期にもうすでにシナプス形成、神経回路形成が始まります。しかし、大脳皮質ですね、高次脳機能を担うような大脳皮質の神経回路というのは生まれた後に起こります。で、発達障害ではその高次機能に、障害が起きるわけですね。ですから胎児期ももちろん重要なんですけれども、生まれた後もとても重要です。で、大脳皮質でも後頭葉、視覚野のシナプス形成はかなり初期に起こります。で、前回菅野先生の話を聞いた方は分かると思いますけれども、赤ちゃん生まれたての時は目がしっかり見えてないんですね。でもすぐにその光の刺激を受けることによって、神経回路ができる。そして目がしっかり見られるようになる。で、この時期に、光刺激を遮断するようなことをすると、生涯続く視覚の障害が続いてしまう。ですからこの臨界期になるわけですね。非常に大事です。それから大脳皮質の前頭葉、中前頭葉、これは、神経回路形成のピークが遅れます。そして、長続きするんですね。いろんな神経回路ができていきます。で、ここに血液脳関門というのがあるんですけども、血液脳関門というのは、脳っていうのはとても大事なので、大人の脳では、毒物がまれに、血管に入ったとしても、それがすぐに脳に入らないように、血管に、構造があるんですね。入りにくい構造があります。で、それが大人ではあるんですけれども、胎児や新生児ではこれが未発達。ですから赤ちゃんの、体に入ってくると脳に、すぐに入ってしまうということがあります。それから胎盤ですね、母体を通しての汚染。胎盤は残念なことに、多くの有害化学物質を通してしまうことが分かっています。それから母乳。母乳もですね、残念なことに、やっぱりいいものも出すんだけれども、悪いものも出してしまうんですね。その後、赤ちゃんが自ら食物、水、空気などから取り込む可能性がある。で、この、いろんな時期に神経回路ができていくので、いつの時期にどんな有害物質に暴露したかによって、その神経回路、障害される神経回路が違って、発達障害は非常に幅があるんですけれども、そういうことから起きるんじゃないかというふうに考えられています。で、これは日本人の化学物質暴露の実態なんですけど、環境省のホームページより資料を取りました。2017年のパンフレット、健常人490人のサンプルを測定して、血液調査、まず血液調査については、難分解性化学物質について測定しています。二重丸はこれ、検査全員に検出したものなんですね。で、右側のこの説明文は、私が付け加えたもので、環境省の見解ではありません。環境ホルモン作用のあるもの結構あるんですね。で、いろんなものが出てくるんですけども、ダイオキシン、PCB、PFAS、それから農薬でもこれ、有機塩素系農薬、今もう使われていないのに、環境中にたくさん放出されてしまったために、いまだに暴露してるんですね。それから PBD、これは難燃剤で、カーテンなんかによく使われたんですけども、今これも環境ホルモン作用で規制されていますが、これも全員から出ている。で、尿に関しては代謝が早い物質について測定しています。で、有機リンとか、それからピレスロイド。まあ、ここでは全員出ては終わりませんけども、それから除菌剤ですね。これも散々使われた環境ホルモン作用のために、もうほとんど使われなくなりましたけど、この時点では全員出てる。あと、プラスチック関連でフタル酸エステル。この代謝物なんですけれども、これ全員出てるんですね。
で、ビスフェノール、ここではまあ全員ではないですけど、やはり検出されている。パラベン、これも危ないんですけれども、環境ホルモン作用があって、いろんなところに使われています。防腐剤とか、赤ちゃんのお尻拭きとかね、いろんなところに使われているんですけど、これも、全員から出ている。で、これを健常人の大人なんですけれども、これらの物質、みんな胎盤を通過します。ですから、大人が暴露していたら、子どもに暴露がいってしまうということになります。で、これは新しいデータなんですけど、平成30年から令和3年の人数が少ないんですけども、やっぱり環境省でモニタリング調査をしたところ、ネオニコの全種をやったんですね。そうしますと、クロチアニジン、ジノテフランは全員出ています。それから、ネオニコでもアセタミプリドは代謝物が全員、有機リンもここでは全員出てるんですね。まあ、こういうような形で日本人はいろんなものに暴露している。で、さっきのフタルサンエステル、このビスフェノール A も前の年では全員じゃなかったのに、ここ全員出てるんですね。で、ビスフェノール A は代替を使ってるって言ってますけど、結構ビス、未だに暴露してる量があって、北大の池田先生の話でも BPA まだ結構出てます。やっぱりこれ本当に危ないんじゃないかと思ってます。あと、ダイオキシンとか有機フッ素化合物、メチルパラベンなんかも出てるということになります。で、じゃあ子どもはどうなのかというのが気になりますが、これは国内の3歳児223名の尿を3種類の殺虫剤調べた結果です。そうすると、有機リン、ピレスロイドはなんと 100% で、ネオニコに関しては約 80% で、2019年の論文では日本人の子ども46人の尿からネオニコが 100% 検出。最新の論文では日本人の赤ちゃん約1000人のおむつの尿から効率にネオニコが検出しています。で、日本人の子どもですから、こういう複数の、殺虫剤に、日常的に暴露してる。尿から出るということは、これやっぱり口から入って、まあ、口から入るのがメインだと言われてるんですけれども、体の中を、何らかの作用をして尿に出ていくわけですね。すぐにおしっこに出ていくわけではないですから、まあ、この子たち一応健常なんですけれども、まあ、日常的に、ね、こういうものに暴露していて大丈夫なんだろうかと、慢性複合影響が、懸念されるわけです。で、ここで発達障害の要因となる有害化学物質の種類を、分けてみました。で、さっきから出ているようなシグナル毒性ですね。受容体を介した毒性。これ、菅野先生の時に発言されましたが、受容体を介した毒性のあるものがある。これは、このホルモン作用を攪乱する環境ホルモンですね。内分泌攪乱物質。プラスチックに、あ、すいません。1個進みました。プラスチックに含まれるフタルサンエステルとかビスフェノール、まあ、いろんなものがあります。それからもう一種類、脳の発達に悪影響を及ぼすものは、この受容体を介した神経攪乱物質ですね。神経伝達物質を攪乱するような神経攪乱物質、これ殺虫剤なんですね。このだから両方シグナル毒性で言えばいいんですけれども、シグナル毒性という言い方はあまり皆さん、一般的でない。それに環境ホルモンという言葉はまだ一般的なんですけれども、これは殺虫剤がなかなか含まれないので、ここの2つに分けました。それから DNA に突然変異を起こす物質やエピゲノム変異を異常を起こす物質、これもあります。で、DNA のメチル化異常などエピゲノム異常を起こすようなものは結構環境ホルモン作用のあるものがあるんですね。ただちょっと今日はそこまで説明できませんので、また機会がいつかあったらと思います。その他脳への影響で神経毒性の確認されている有害化学物質、いろいろありまして、あ、すいません、次ちゃ金属類、それから、大気汚染。大気汚染、実は発達障害と結構疫学研究で関連があるという研究があるんですね。で、大気汚染、実は PM2.5 を調べると、重金属、有害な重金属とか、農薬が何種類も出てきます。微量な粒子にくっついてるんですね。それから最近危ないと思うのはナノプラスチック、マイクロプラスチックもそうですけれども、これも大気汚染中にも膨大に暴露していますよね。で、私たち人体からも出ている。これも非常に危ないんじゃないかと思います。それから早産、低体重出生、虐待、ネグレクト、こんなのもリスクになりますし、それからすいません、これがちょっと見え。一部の薬品ですね。あと感染症や、腸内細菌層の異常など免疫系への影響、まあ、これもやっぱり危ないということが分かっています。ただ今日これ全部おしゃべりできないので、シグナル毒性に、重点を置いてお話しさせていただきます。
で、これはシグナル毒性の説明図で前も出てきたんですけれども、従来の毒物というのは、それ自体がタンパクや DNA や膜系に異常を起こして、有害作用を起こす。シグナル毒性というのは、受容体を壊した異常シグナル、それによって有害作用を起こす。こういうことが考えられます。で、シグナル毒性は、ホルモン作用を攪乱する環境ホルモンと、外部からの刺激を攪乱する殺虫剤など、神経攪乱物質に、まあ、分けられます。で、ただ、この標的の受容体は単一とは限りませんで、複数の標的を持つものもあるので、要注意です。で、ここでは環境ホルモンの方からお話をしたいと思います。で、ホルモンを攪乱阻害するプラスチック成分や農薬、これ体や脳の発達には内分泌系の働きがもう必須なんですね。で、性ホルモンは生殖系や脳の成分化だけでなく多様な働きをしています。で、ホルモンが低用量で効果を示すように、環境ホルモンは低用量でホルモン作用を攪乱して、脳や体の発達に悪影響を及ぼすんですね。で、あと、ホルモンや環境ホルモンの作用、これ、実は容量相関性がなくて、高濃度でかえって影響が弱まることが、薬有事型とよく言われますが、高濃度になると、ホルモンとかは体内でフィードバック反応が起きてしまって、高濃度で逆に見えなくなるところがあるんですね。そういう低用量効果というのがありまして、そういうところが非常に難しいところです。で、現在 WHO などで内分泌攪乱物質として指定されているのは、女性ホルモン、男性ホルモン、甲状腺ホルモンなんですね。で、さっき水野さんがおっしゃったように、人工化学物質には女性ホルモン、攪乱作用のあるものもあるんですが、男性ホルモン、甲状腺ホルモン、攪乱するものもありますし、あとホルモン、実はもっとたくさん種類があるんですけれども、それ調べられてない現実もあるんですね。それをもっと調べた方がいいんじゃないかという研究者もいます。あと問題なのは、環境ホルモン、これ欧米で規制が進んでいて、特に EU では非常に厳しい規制をやっていますが、日本では一切野放し状態。だからさっき のデータでもお見せしたように、日本人はもういろんなものに暴露している。ただまあ低用量でね、急に直ちにどうなるというわけではないけれども、暴露しているというのが実態です。で、ホルモンの影響というのはどういうふうに作用するのかというのをちょっとここで説明に入れました。脂溶性、油に溶けやすいホルモン、女性ホルモン、男性ホルモン、甲状腺ホルモン、これは細胞膜をすり抜けて、細胞内にあるホルモン受容体に結合して、それが核内に移行して、特定の遺伝子発現なんかを促進します。で、水溶性のホルモンについては、細胞膜にあるホルモン受容体に結合して、それが結合しますと、細胞内の二次メッセンジャーに刺激がいって、そしてそれがシグナルを伝達して、特定のタンパクが増えたり、特定の遺伝子が発現したりするということになります。で、これは実は私はネオニコをやる前に、甲状腺ホルモンに対する PCBA の影響についてやっていったんですね。はい。あ、すみません、失礼しました。見事になっていませんでした。これは小脳の神経細胞を、ラットの神経細胞を培養しておいて、でそこに甲状腺ホルモンを入れると、こんなに見事な神経細胞になるんですね。で、神経細胞というのは甲状腺ホルモンがないと、ちゃんと発育しません。で、この樹状突起っていうのはとても大事で、これ組織レベルの神経細胞と本当に近いような立派な突起ができます。で、甲状腺ホルモンがないとこんな貧相な神経細胞になってしまいます。で、ここにですね、低用量の PCB を入れますと、このようにこの突起進展が阻害されるんですね。で、PCB はごく低用量で神経細胞の甲状腺ホルモン依存性のこの突起進展を阻害し、脳発達に悪影響を及ぼすことが分かっています。で、甲状腺ホルモン、これは脳だけじゃなくて、子どもの、体の発達にも極めて重要です。時々動かなくなります。で、これは甲状腺ホルモンの攪乱を PCB がどのように起こすかということを示した図になります。群馬大学の小林先生、宮崎先生の研究からこれを私が作ったんですが、通常甲状腺ホルモンは、細胞内にある受容体に結合して、それが、この核内に入って補助因子とともに、DNA の、発現する遺伝子の前のところにくっつくんですね。そうするとこれが働いて、メッセンジャー DNA タンパク質ができて、脳の発達に必要なタンパク質ができていきます。で、ところがここに P
PCB がくっつきますと、補助因子にこれが実はくっつくんですけれども、受容体の方ではなかったんですね。ただしこれでも、阻害効果が起きまして、ここから剥がれてしまう。で、その結果メッセンジャー RNA ができない。タンパク質もできない。こういうことが起こってるんだろうということで、言われています。で、甲状ホルモン性の阻害の拡大作用は PCB 以外にも PBDE とか PFOS とか PFOA などで報告されています。で、有機フッ素化合物、これも甲状腺ホルモン阻害があるんですね。ただ、皆さんのところに性ホルモン拡大作用入れませんでしたが、やっぱり調べてみるとね、これ甲状腺ホルモンも性ホルモン拡大も両方あります。で、この PFOS の中でも、PFAS の中でも、PFOS、PFOA ですね。それと PFHXS、この代替です、物ですね。この3種類は、まあ、これまでにたくさん使われて、人体、暴露、それから環境影響、有害性が分かってきているものですけれども、まあ、これは、もう規制されてるんですけれど、残念なことに、永遠の化学物質と言われて、分解しにくいので、まあ、もうこれ以上はもうどうしても使わないでほしいですけど、今も現状で人体汚染が起きているわけです。で、さらに4700種もあって、これちゃんと毒性とか調べられてないし、どれぐらいで分解するかも調べられないまま使われているんですね。ですから有機フッ素化合物については私はこれ分解されにくいので、もうほとんど海外ではもう総規制、全部を規制する方向に行ってますから、日本でも規制の方向に行かなきゃいけないと思っています。あと最近の韓国の研究で2歳児で PFAS の血中濃度が高い子どもに ADHD のリスクが上昇するという論文があります。で、あと性ホルモン、男性ホルモン、女性ホルモンの脳発達への役割ですが、これやはり性差には関わってるんですね。胎児の臨界期に精巣で産生されたテストステロン、これが脳に働き、脳の性分化が起こる。人の場合、臨界期は胎生12週から22週ごろと推定。脳の発達の臨界期に女性ホルモン、類似の環境ホルモンに暴露すると、脳の性分化に影響を及ぼす可能性があります。で、動物実験では、かなりこのビスフェノール A なんかで脳の性差や性行動の変化などが多数報告されています。ただ、人の脳の男女差、これは私ももう一回調べ直したんですけれども、げっ歯類や他の霊長類ほど明らかでなくて、個人差の方が大きいという説もあるんですね。で、あまり他の動物よりははっきりしたところがありません。また、人脳の性差というのは、従来より男女で2つに区分されるわけではなく、多様性があるんですね。ただ、男女ともに女性ホルモン、男性ホルモンのバランス、これは大事です。やはり両方とも必要で、女性ホルモンもね、男性ホルモンも必要なんですね。で、女性ホルモンは性分化だけに働くのではなくて、あと脳の発達や記憶学習にも重要な働きをしています。ですから、女性が認知症になりやすいのは高齢化して、更年期障害で、更年期を迎えて女性ホルモンが低下すると、この女性ホルモンが足りなくなって、この記憶が復習が悪くなるんじゃないかということが言われています。あと BPA は女性ホルモン、男性ホルモン、甲状腺ホルモンなどの拡散、DNA のメチル化異常など、多様な影響が報告されています。あとですね、この環境ホルモン、実は私が発達障害の研究し始めたときは、あんまりデータがなかったんですけど、ちょっと調べたところ、やはりこの環境ホルモンが脳発達に悪影響を及ぼして、発達障害のリスクを上げる疫学研究や動物実験、多数報告されています。一部紹介します。で、これは新しい論文で、高田秀重先生や世界の40人の著書が書いた、プラスチックの過剰使用による環境破壊や人への健康影響に関する創設です。で、プラスチック成分、これ環境ホルモン作用のあるものがたくさんあるんですけれども、子どもの脳発達に悪影響を及ぼすことに注目しています。で、これ神経毒性のあるものとか環境ホルモン作用のあるものたくさん入っています。で、さらにナノプラスチックですね、これ血液脳関門を通過して脳発達に悪影響を及ぼす可能性、これがもう指摘されています。それからこの論文は、北大の岸先生ですね、岸先生が書いた創設で、多数の疫学研究を解析した創設です。で、ビスフェノール A やフタル酸エステルの胎児期の暴露、これが脳の発達に悪影響を及ぼす、ここに皆さんの可能性入れませんでしたけど、まあ、可能性ちょっと入れてください。必ず、結果がはっきりしていると書いていらっしゃるわけではありません。可能性が高いと書いていらっしゃいます。特に BPA は ATHD の発症リスクを上げる、
これも書いてらっしゃいます。それから、この研究はちょっと面白かったんで出したんですけど、サイエンスという有名な雑誌に、2022年の論文、欧州の疫学研究から子どもの脳発達に悪影響が確認されている環境ホルモンの混合物、BPA、フタル酸エステル、PFAS、この混合物を作って、人の神経系培養細胞やゼブラフィッシュなどに低用量で投与すると、自閉症関連遺伝子の発現異常や、甲状腺ホルモン、攪乱などが起こる。で、著者らはこれらの暴露の危険性を警告しています。ゼブラフィッシュは甲状腺ホルモンの攪乱を見るのに非常にいい系なんですね。甲状腺ホルモンはこれ全くゼブラフィッシュで同じです。で、あとですね、発達障害とプラスチックの関連の、ことでは、プラスチックに含まれるこれ、原料や添加剤、環境ホルモン作用や発がん性、接触毒性、神経毒性なるものが非常に多いんですね。で、これも問題なんですけど、毒性は調べられてない物質がほとんど。さらにプラスチックの原料は、エチレンとかね、スチレンとかありますけど、それ以外にたくさんの添加剤が加わっている。これがもういろんな種類がありまして、これが成分は全くわからない。で、この中に有害な化学物質が多いんですね。で、またプラスチックは加熱や油脂劣化で有害成分が溶出してくる可能性が非常に高いです。で、マイクロプラスチックはもう環境汚染、それから人体、血液、胎盤、すべてに検出されています。で、さらにナノプラスチックになると血液脳関門を通過し、この微量粒子っていうのは、違った意味で危ないということが今までも言われてるんですね。ですから私はプラスチックに関してはもう本当に減らしていかなきゃいけない、もうプラスチックフリーの生活を目指さなきゃいけないんじゃないかと思っています。で、ここに代表的な環境ホルモン物質を挙げましたが、これ以外にもいろいろあるわけです。で、あとちょっとこれ面白いと思ったんで出したんですけど、オキシトシンって自閉症とか精神疾患とよく関わっているという報告があるんですね。で、バソプレッシンとついで使われているんですけれども、これ2個の、アミノ酸が違うだけなんですけど、全く違った働きがあります。で、環境ホルモンがこのオキシトシン、バソプレッシンの発現に影響を及ぼす研究報告も出ております。ただ、これらの有害化学物質が直接影響するのか、エストロゲンを介した影響なのかは分かっておりません。で、あとですね、農薬でもですね、これ EU で、もう失効している。で、その中でも環境ホルモン作用が確認されているものがこんなにあるんですね。これ日本で、これみんな使用中なんですね。まあ、こういう問題もありまして、環境ホルモンに関して考えてみても、やっぱり今、脳に対して非常に危ない状況にあると、私は思っております。で、ついでちょっと、時間を短くして、脳神経系を攪乱する、殺虫剤の話をちょっとさせていただきます。で、殺虫剤、やっぱり脳神経系を標的にしているわけですね。で、昆虫の脳神経系を標的にしているんですが、昆虫と人間の神経系、類似性があるんですね。で、ここに6種類挙げていますが、有機塩素系は今も使われてないけど、生態系に残ってる。5種類は全部使われています。で、ここにある細菌の、ネオニコフェニルピラゾール、浸透性ですね。浸透性農薬は水に溶けやすく植物全体に浸透し、残留すると洗っても落ちないという厄介な性格があります。で、神経の標的、ナトリウムチャネルは、これは電気信号を伝達する大事なタンパク。GABA は神経伝達物質の一種です。それから、このアセチルコリン、これも神経伝達物質の一種でとても大事です。これの分解酵素を阻害するのがカルバメイト有機リン。ニオニコは、このアセチルコリン受容体に標的にしています。で、GABA も大事なんですけども、このフェニルピラゾールは GABA 受容体を標的にしています。で、これは、国民パンクのパンフレットから取りましたけれども、このように、1950年頃からね、DDT 使われて、もう禁止になりましたが、生態系に残っている。有機リンね、ずっと前から使ってます。で、パラチオンは非常に毒性が強いので、もう使用禁止になりましたが、マラチオン、フェニトロチオンずっと使っています。で、有機リンに関しては神経毒性が強く、さらに、発達神経毒性、脳に悪影響を及ぼすということが分かってきて、今、減少傾向です。日本も減少傾向なんですが、実は使用量、まだ日本多いんですね。有機リンを使い続けているという問題もあります。それからカルバメート、ピレスロイドにあって、ニオニコ、フェニルピラゾールですね。まあ、このような形で、今、殺虫剤、まだ日本で、かなり使われている状況にある。
で、有機リンに関しては実は、当初2010年頃に調べた限り、環境ホルモンより脳発達に悪影響を及ぼすという論文たくさんありました。でこれ疫学論文なんですけども、子どもの尿中に有機リン代謝物レベルが、比較的高いと、ADHD があのリスクが上がる。それから他の研究は妊婦の尿を調べているんですけど、やはり、脳に悪影響を及ぼす、そして、自閉症のリスクが高くなるというのもあります。で動物実験でも、そのような実験がたくさんあります。あと一つ問題は有機リン系殺虫剤のこのクロルピリホス、これは最も研究が進んで脳に悪影響を及ぼすことが明らかで、 EU では2020年に登録抹消、アメリカでもバイデン大統領が2021年に食品への使用を禁止したんですね。ところが日本では未だに使用され続けております。で農薬剤評価、あの皆さんのところにはまだ決まってないって書きましたが、ようやく決まりました。ただ2025年でそれまで使い続けるということになります。それから、農薬暴露を守る動き、これ世界中で進んでるんですね。ちょっともう時間の関係でざっと飛ばしていきますけれども、アメリカ小児科学会、農薬について特に危ないと言ってますし、国際産婦人科連合、ここは農薬や環境ホルモン、これが生殖や、出産異常を増やして、脳機能にも、影響を及ぼす。それから WHO、 ユネップ、これ環境ホルモンや大気汚染、農薬も入れてますが、子どもの健康や脳の発達には悪影響を及ぼすと言っています。欧州食品安全機関も食品中の残留農薬や食品添加物、これ脳や免疫系に悪いので暴露を極力下げるよう提言。アメリカの EPA も農薬については子どもに特に注意するよう勧告を出しています。で有機リンがもうどうも悪いということは分かってきたんですけれども、日本の有機リン減少傾向なのに発達障害が増えている。でまあ、環境ホルモンの問題もあると思いますが、殺虫剤で見るとピレソイドとかネオニコで、脳に悪影響を及ぼす論文が多数出ています。でネオニコは特にこの20年近くで使用量が急増しているので、まあ、注意が向くわけです。でこれはネオニコと今あのアセチルコリン、すいません、ネオニコと有機リンが今殺虫剤で多いので、どういう影響を及ぼすかというのを示した図なんですけれども、ちょっともう時間のあれもありますので、飛ばさせていただきますが、どちらも異常な興奮を起こすんですね。ネオニコは、アセチルコリンにの代わりにニコチン性アセチルコリン受容体に結合して異常な興奮を起こす。有機リンの方はアセチルコリン分解酵素の阻害剤です。アセチルコリン分解しないといつまでも異常な興奮を起こすんですね。で異常な興奮っていうのは神経細胞ダメージを与えます。そのために有機リンもネオニコも発達障害の可能性があるんじゃないかということが考えられます。でアセチルコリンはこれ全く昆虫人で共通なんですね。受容体や分解酵素は昆虫と人で類似しておりますが、まあ、全く同じではありません。でこれはネオニコのシグナル毒性の説明図ですけれども、まあ、これは皆さんお分かりになると思いますので飛ばします。であとですね、このネオニコの標的ニコチン性アセチルコリン受容体とアセチルコリンは人間の脳神経系で重要なんですが、発達期の脳で特に重要です。このニコチン性アセチルコリン受容体というのは胎児期の脳では成人よりも多く存在して、脳の正常な発達神経回路形成を担っている。さっきの重要な神経回路形成にこのニコチン性アセチルコリン受容体が非常に重要だということが分かっているんですね。でタバコに含まれる毒物ニコチン、これはこの受容体に結合して偽情報を送って脳の発達を阻害し、早産性、出生、低出生体重、乳児突然死症候群、ADHD 発症のリスクを、高くします。でアセチルコリンとニコチン性受容体は脳神経系以外の組織にも実はありまして、免疫系、生殖系にも存在しているために、ニコチンやネオニコは脳神経系以外にも悪影響を及ぼす影響が可能性が高い。でこれは、ネオニコの総量ですね。で、まあ、今どんどん急増しているとは言えませんが、全然減っていないのが現状です。でこれは、国立環境研の実験ですけれども、母マウスに蛍光投与でネオニコの一種アセトミプリトを1ナシ 10mg パーキロンで、これを胎児期から授乳時に投与して、子どものマウスの行動を見るとオスコマウスで異常行動が見られました。で農薬毒性試験でも毒性量 7.1 なので、この1というのは本来、異常が出てはいけない数値なんですね。それでも異常が出た。子マウスの脳内からはアセタミプリドが検出されて、母体からこの脳に移行が確認されました。でこれは私の実験なんですけれども、私もどうもネオニコ危ないと思って、私は
ラットの発達期の神経細胞を培養しておいて、そこにニコチンと2種のネオニコを入れると、こうバッと光るんですね。で、これを、グラフ化したのがこちらになりますが、神経細胞が興奮していることを示します。で、これを論文にしたんですけれども、そうしましたところ、欧州食品安全機関がこの論文を精査し、まあ、これでは不十分と言いながらも、欧州の方は予防原則にのっとりますから、ネオニコには発達神経毒性の可能性があると最終的に評価して、2018年には、規制を強化しました。で、これで終わりになりますが、私たちできることいろいろあると思うんですね。このようにいろんな有害な化学物質ありますが、特に農産物については無農薬有機農産物を選んで食品添加物もできるだけ避けることができます。で、特に今、全国で有機給食運動が進んでおりまして、ここのホームページでいろんな情報があるんで、ぜひ見ていただけたらと思います。で、他の項目はちょっと読んでいただいて、あと私がやっぱり今日ぜひ皆さんに言いたいのは、プラスチック製品、これやっぱりね、もう熱や油脂で環境ホルモンが出てくる可能性も大ありです。で、電子レンジ下でもガラスや捨て物でやるべきと思います。あと、もうプラスチックはもう極力使わない、プラスチックフリーの生活、生協さんでもね、プラスチックをなるべく使わない、取り組みをされていると思いますが、これも私たちにも課せられたもう義務だと思います、ということで、あとですね、最後に発達障害増加の原因として、農薬とか環境ホルモンなど有害な環境化学物質の悪影響、これ科学的なことが分かってきています。しかし実際に何が起こっているかは、詳細な科学的解明はまだ時間がかかります。で、そこでもう予防原則が重要なんですね。全部分かるまで待っていたら遅いです。ある程度危ないと思ったものはどんどん規制していかなきゃいけない。で、個人レベルで有害な化学物質のバケルを避けるだけではなく、この子どもケミネットとともに消費者団体、生協や、環境 NPO などと連携して、農薬や有害化学物質の規制強化、法規制の整備などを進めていけたらと思っております。皆様どうぞよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。黒田さん、ありがとうございました。それではですね、次は質疑応答の予定ではあるのですが、ちょっとお時間もあまりありませんので、一つ二つといったところになるかなと思うんですが、それからですね、今回は時間も限られておりますので、質疑応答は会場参加の方に限らせていただきたいと思います。ウェビナーでご参加の方は Q&A でご質問をお送りいただければ、可能な範囲で後日講師から直接回答いたしますので、ご質問の際にはお名前と返信用のメールアドレスをお書きください。それでは会場の皆様方、お一人二人かなというところなんですが、ご質問ございますでしょうか。黒田さん、水野さん、どちらの先生でも大丈夫です。お話ありがとうございます。NPO 法人探査という報道機関で記者をしてます、小倉と申します。今、ネオニコチノイド の取材をしてまして、黒田先生にも一度取材をさせていただいたんですけど、今お話の中にあった女性と男性と甲状腺ホルモン以外の影響がほぼ調べられてないということで、まあ、さっき水野先生の話にもあったんですけど、まあ、種類が多いとかそういう理由もあると思うんですけど、その他で何かこう調べられていない理由っていうのを教えていただけますか。いや、ホルモンたくさんあるんで、ね、全部言えないんですけど、結構私が聞いてるのはゴルココルチコイド、ストレスホルモンって言いますけれども、脂溶性のホルモン。あと、水野さん何かあります？ただ、そういう論文は出ています。それだけでいいのかと。こう、調べることが進んでいかないこう理由っていうのは何かあるんでしょうか？日本では研究費がほとんど出てなくて、で、人工化学物質っていうのはもう今企業がどんどん作っていて、もう今世界で規制しているものも日本のホームページ見ると、過疎材の過疎材工業会なんかでフタルサインステルは大丈夫ですって書いてあるんですね。で、昔環境ホルモン大騒ぎになった時は研究費たくさん出たんですよ。で、今もう本当にビビったるものです。で、研究者もなかなかそれをやりにくい、テーマにしにくい。世界ではもう進んではいますけど、とても大変なんですよね。ですから、やっぱり女性ホルモン、男性ホルモン、それを中心にはなるかと思います。
すみません、もう一個だけいいんですか。あと、さっき日本では、EU で執行している農薬を使い続けてるっていうのがあったと思うんですけど、それはこうどういう理由からだと思われますか。すみません、何でしたっけ。EU で、執行している農薬をこう日本がこう使い続けているい。いや、私も知りませんっていうか、いかにやめてくれと思ってる。うん、そういう別に日本は海外とは違うんですとか、殺菌剤とか殺虫剤は使わなきゃいけないんですとか、日本はちゃんと毒性試験やってますから大丈夫ですとか、そんな調子です。あと、一つ大事なのは、だから、海外は結構新しい毒性の論文が出ると、それを評価に入れるんですね。で、こういう危ない影響が出てきたから、だから予防原則にのっとればやめてくれるんですよ。日本は、公表文献これまで一切評価してこなかった。3年ごとに、再登録するだけなんです。だから、日本ではそのまま続いていて、で、毒性試験以内なら、安全基準以内なら大丈夫というような評価をしていた。ありがとうございます。今のご質問に対しまして、やはり法制度の、この問題があるんですね。だから日本では認可されてしまうんです。認められてしまうんです。で、EU で使用禁止になっているのはなぜかって言ったら、環境ホルモン農薬はダメだからです。使用できないという法律があります。で、それに該当すればもう使えないということになるんですけど、日本の場合は環境ホルモン作用ですら一応毒性試験の対象になってないという状況ですから、まあフリーパスなんで、要するに。だからたくさん日本で使われてるんです。これをやめさせなきゃいけないっていうのが、このネットワークの大きな課題なんです。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではお時間となりますので、質疑応答は以上とさせていただきます。ではですね、終わりに近づいてまいりましたのですが、次は設立宣言の採択です。皆様はお手元の資料8の設立宣言案をご覧ください。朗読は愛コープ宮城理事長の高橋知佳さんです。先ほど子どもケミネットの副代表世話人にもなられた方です。はい、よろしくお願いいたします。はい。有害化学物質から子どもを守るネットワーク、略称子どもケミネット設立宣言。今、喘息、アレルギーの増加、発達障害児の増加、不妊、不育症の増加など、子どもたちの発達や健康は重大な危機に直面しています。これらの原因として、体内のホルモンや神経伝達物質による情報伝達を撹乱する人工の有害化学物質、環境ホルモンなどの関与が指摘されています。シーア・コルボーンらが生まれし未来を出版して、このような化学物質の新たな毒性に警告を発したのが1996年。雌雄同体化した魚からペニスが単小化したワニ、メス同士でつがう鳥、不妊のミンクまで、さまざまな野生生物に生殖異変が進行していることが分かり、世界中に衝撃を与えました。でも当時は人間の影響は明らかになっていませんでした。それから27年、コルボーンらの告発を受けて、この間に世界中で研究が進められました。2012年、WHO、UNEP は、環境ホルモンなどについて世界中の研究に対する評価を行い、環境ホルモンなどによって人や野生生物に悪影響を及ぼす恐れがあることを認めるとともに、特に初期発達への影響は、多くの場合、不可逆的で
ライフサイクルの後期まで明らかにならない可能性があることに重大な懸念を呈する報告書を公表しました。そして、この報告書の後も、環境ホルモンなどが人や野生生物に悪影響を及ぼすことを示す研究論文が日々積み重ねている状態です。状況です。そして、こうした研究結果に基づいて、2018年、EU は予防原則を適用し、世界で初めて環境ホルモン作用を持つ農薬の使用禁止に踏み切りました。日本ではどうでしょうか。1998年には、環境ホルモン研究計画を策定したものの、明らかな人間への影響は認められなかったとして、早々に環境ホルモンリストを廃止しました。それ以来、環境ホルモンなどについての規制は、ほとんど検討すらされず、無策が続けられ、EU をはじめ、世界の国々の対策に大きく遅れをとっています。このままでは、日本の子どもたちの発達、健康は、世界で最も脅かされていると言っても過言ではありません。それを示すかのように、発達障害児は増え続けており、昨年の文科省の調査では、小中高等学校の中等学級の児童生徒中の発達障害と疑われるものの割合は、2012年調査の 6.5% から 8.8% にまで上昇しています。また、厚労省の速報によれば、2022年の出生児数は初めて80万人台を割り、少子化傾向に歯止めがかかりません。もはや一刻の猶予も許されない状況なのです。しかし、政府の政策を批判だけしていても、子どもたちを守ることはできません。子どもたちには何の罪もありません。このような脅威を招いているのは、すべて大人である私たちの責任です。今こそ、私たち大人が立ち上がり、立法、行政に対し、世界の研究結果に基づき、予防原則を適用した有効な対策を迅速に実施するよう強く働きかけなければなりません。そのために本日、ここに、有害化学物質から子どもを守るネットワーク、略称子どもケミネットを設立します。私たちは有害化学物質から子どもたちを守るために、あらゆる努力を惜しまず、全力を挙げて取り組むことをここに宣言します。2023年4月22日、設立総会参加者一同。高橋さん、ありがとうございました。ご参加の皆様方、ご異議ございませんか？それでは採択とさせていただきます。子どもケミネットでは団体個人での参加を募っておりますので、まだご参加されていない方は、はい。異議ありますか？はい。はい。異議があるわけではないんですけれども、それでこの子どもケミネットに対して発展してほしいと思って、私も先ほど団体として加盟の申し込みをしたものなんですが、私どもの団体は発達障害の子どもたちとアレルギーの子どもたちを支援している団体なんですね。それで、20年前のお話が先ほど、先生のお話の中で出てきたんですが、20年前皆さんは全然気がついてなかったと思うんですが、当事者の方たちは非常に、
この化学物質の問題が出た時に辛い思いをなさっている方たちが保護者の中にいらっしゃったんです。でその保護者を私たちは相談という形で受けてきたんですね。ですからこの活動はやらなきゃいけない、絶対広がっていって、政策が実現していくべきだと思うんですが、当事者の方たちに対する共感と尊厳を守るという立場を大切にしてほしいんですね。それで、こういう運動を展開している政教の皆さんとか運営の皆さんは本当に丁寧に考えてくださってるし、先生たちもお話の中で丁寧に話してくださったんですが、運動が広がる裾野の方になった時に当事者はいろんな批判を受けたりしてるんです。ペットボトルでお茶を飲んでると、そんなことするからあなたの子供こうなったのよと言われてきたんですね。それを繰り返さないでほしい。20年前の広がりが足りなかったのはもうそういうことがあったからもかもしれないじゃないですか。ですからこの宣言の中に少しでもそのこれだとね、たった今その問題の指摘としてアレルギーが使われている、発達障害が使われているって感じてしまうんです。そんなことはないんですけども、実態がそうだったので、言葉の中に患者たちや発達障害の人たちに少しでも共感する言葉を入れていただけないかなっていう思いがあって、ちょっと失礼ながら発言させていただきました。水を差すつもりは全然ないんです。ありがとうございます。ご意見ありがとうございます。例えばどのような言葉をこう入れていったらいいかというようなご修正の案などはございますでしょうか。発達障害やアレルギーの当事者のことも何かこうコメントするような形が一文どこかに入っていればいいとは思います。だって発達障害の人たち、この化学物質のことの文章をね、今日の研究のことなんかを言われた時に、その子どもの親たちは私がろくでもない暮らしをしたんだとかって言って泣いて電話してくるんですよ。それを私たちは電話で相談を受けてるんです。その立場からすると何か入れないといけないんじゃないかって思いがあって、今日私山梨から来たのはこの一言を言うために来たんです。ごめんなさい、だから今は代案が出せないです。初めてこの文章を見たのですみません。一旦は皆さんでせっかく拍手されたので採択されて、後でもし修正が可能でしたらばその部分を付け加えていただけませんか。今言ってた、みんなが同意しなかったら自分が案っていうの消せないですよ。ちゃんと盛り込まない。大変 有益なご指摘だと本当に思いますので、ただちょっと修正文が今日採択を一応予定はしているので、でこの回としてやっぱり採択をスタートしたいと思いますので、今のような形でとりあえずはこの提案通りで採択をさせていただいて、後にインターネット等に掲載する際に、ホームページに掲載する際に今のようなご趣旨を入れた、案文をですね、掲載させていただくという形で、今日のところはちょっとそのようにさせていただきたいと思うんですけれども、ちょっともう一度
そういう意味では連絡先を教えていただいて、今日間に合わないのでわかりますそうですけど提案をちょっとお考えいただければいいと思いますので、そのような修正案の訂正 でその後作成し、その修正案を施した上で、今日のところはこの案文の状態ですけど、修正をお任せいただく形で採択をさせていただくということでよろしいでしょうか。会場の皆さん、はい、それでは設立宣言採択とさせていただきます。で、子どもケミネットでは団体個人での参加集っておりますので、本当大事な活動ですから、皆さん の裾野をどん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 広げていきたいというふうに思っております。で、先ほど加盟申し込み書の配布が事務局の手違いで配られてなかったんですが、ご用意いたしましたので、会場参加の方はこちらにご記入いただいてご参加いただけたらと思います。で、またウェビナー参加の方はチャットに URL をお送りいたします。そちらからお申し込みいただください。それではお時間になりましたので、最後に閉会のご挨拶をコープ自然派事業連合副理事長辰巳千佳子さんにお願いします。辰巳さん、よろしくお願いいたします。皆様、長時間ご苦労様でした。今日もね、本当にたくさん勉強させていただいて、なんて大変な問題なんだろうって思いましたし、今のね、ご発言もありますように、本当に大変な問題です。で、もう大学このね、リョファでもずっと公害の問題取り上げてきましたけれどもね、本当に大変な思いをされている方、たくさんいらっしゃいます。この人たちをどうやって作っていくのか、で、先ほど中澤さんからもありましたけれども、法律が、環境を取り仕組まる法律がないんですよね、日本にはね。本当にないので施策が打てない。そしてこのまま、黒田先生もおっしゃったように、20年このままほっといて結果が出てからじゃもう遅いんですよね。で、私たちはそれを救いたいと思っている団体がここにこうやって集まっていただいてて、で、まだ他にもたくさんたくさんあると思うんですよね。この人たちが手をつなぐことで、本当に、なんだろう、規制が進まないのはどっちを向いてるか、そのね、その、企業側向いてるか、どこを向いてるか、だけど、命を守る国民を向かないとやっぱダメなんですよね。PFOS でも、輸出向けは対策されているけれども、国内向けはされてないみたいなね、これじゃダメですよね。これを許してたのが私たち国民なのだから、国民としてちょっとみんなで手をつなげばできるかもねって、そういうケミネットにしていきたいと思いますので、ぜひたくさん、一人でもたくさん、一つでもたくさんの団体とつながっていきたいと思います。小さな団体も大歓迎です。お母さん方の、本当困ってらっしゃる方のお母さんこそ会入っていただきたいので、ぜひお声掛けいただいて、この活動を育てていっていただけたらと思います。今日は本当にありがとうございました。以上をもちまして、子どもケミネット設立総会記念講演会を終了といたします。終了後アンケートの画面が出ますので、ご協力をお願いいたします。長時間にわたりご参加いただきありがとうございました。